組長の命令でみかじめ料を請求に来たぞ。100万、いや500万払え。俺が働くラーメン店にヤクザの組員が乗り込んできた。みかじめ料に500万円なんて聞いたことがない。そんなの払えるわけないだろ、という俺に。組長の指示なのか、本当に、とうちの店長が聞いた。するとそいつは、そうだって言ってんだろ、早く出せ、と大声を上げた。店長はスマホを取り出すと、そうか、あのガキも随分と偉くなったもんだな、そう言ってなぜか電話をかけ始めたのだった。俺の名前は藤木隆、現在一応高校生だが高校にはほぼ行っていない。不登校というよりは親から無理やり入学させられた高校だから行く気がないというのもある。俺の両親はいわゆる人としては最低の部類に入る人間で、父親はパチンコ、競馬、競艇といったギャンブルばかりの生活。闇金から借金もしており、今日も取り立て屋が来ていた。稼ぎに行っていると言ったら、早く返せと言っといてくれと言われた。父がまだ生きているから、取り立て屋の連中は俺に対してはまだ優しい対応をしてくれるのだ。そんな父を見限っている母は他の男と浮気三昧。週替わりで違う男を家に連れ込んでいる。母はいつまでも女でいたいようだ。育児に無関心な両親からよくここまで成長することができたなと思うこともよくある。絵に描いたようなこのダメな両親から生まれて育った俺は、いわゆる非行少年となっていた。というよりも、母が男を連れ込んでいる家にいたいとは思わないし、そのタイミングで家にいると、お前は出て行けと言われるので、素直に出て行くだけだった。行くあてがない場合、駅前の繁華街くらいしか行く場所がないので、俺は今日も夜の駅前を歩き回る。今日も月が綺麗だ。行ってえな、絶対に肩外れたわ。治療費と慰謝料払えや。駅前を歩いていたら、たまたま肩がぶつかった、見るからに極道ではないか、という男性に喧嘩を売られた。この町は治安があまり良くないので、こういうことはよくある。これはいわゆる当たり屋というやつだろう。俺の父親もたまにそうやって金を取ってきて、やったぜと言っているからよく知っているのだ。いや、今自分からぶつかってきたでしょ。喧嘩売ってくんなよ。はあ？ガキのくせに生意気だな。売られた喧嘩は買ってやるぜ、と相手が胸ぐらをつかんできた。さっき肩外れたって言ってたのに。この駅前は数分歩けばすぐに喧嘩を売られる治安の悪い場所なのだ。いわゆる非行に走っている俺なので、もちろんながらこれまで結構な数の喧嘩をしている。先手必勝ということで、こっちからその当たり屋の顔を殴ると、すぐに俺たちは喧嘩へと発展した。先手必勝のおかげか、俺は体格が上の当たり屋をノックダウンさせることができ、相手は気を失って、俺はその場に座り込んだ。手が痛え。さすがに素手で殴り合っていると手がめちゃくちゃ痛いし、息も上がる。息を整えていると、そこで誰かが俺の目の前に立った。うちの組員を倒したのはお前か？
声が上から聞こえたので顔を上げると、そこには20代前半くらいに見える男が立っていた。そこに倒れている人？なら俺が倒したよ。へえ、お前やるじゃん。俺、立花組っていうところの若頭をしてるんだけどさ。立花組はこの辺でも有名なヤクザの組だ。この辺の治安の悪さはその辺も影響していると言われている。若頭ってすごいのか？まあ組の偉い人って感じかな。っていうかうちの組員を倒したってことはいい腕してるじゃん。お前も喧嘩がそこそこできるんだよな。まあそこそこ。じゃあうちの組に来いよ。随時新規組員受付中だからさ。俺の名前は木頭って言うんだ、よろしくな、とその人は言ってきた。こうして俺は木頭さんに立花組にスカウトされ、俺はそれを了承することにした。なんだよ、18になったらこいつに金を借りさせまくってやろうと思ってたのによ。俺をスカウトした木頭さんはその足で俺の家までやってきた。まだ未成年なので親がいるなら一応挨拶をしないとな、と言われたからだ。たまたまパチンコに勝ったらしい父親が家にいて、母はどこかに出かけていた。そして木頭さんが挨拶をし、俺を引き取りたいと言った時の親父の言葉がこれだ。中卒じゃまともな仕事に就けなくて給料安いだろうから高校まで行かせて働かせるつもりだったのによ。計画が丸つぶれじゃねえか。道理であれだけ高校には行けって言ってたはずだ。こんな家庭環境なのに両親からは絶対に高校だけは卒業しろと言われていた。その理由が結局金ということに俺は心底呆れてしまった。ところでその組に入ったらこいつはどれくらい給料が入るんだ？いやまあまだまだ下っ端ですからね。でもうまくいってどんどん上に行けばとんでもない額の収入が手に入りますよ。マジか。おいたかし、その金が入ったら俺たちに渡せよ。ここまで育ててやった恩があるだろう。となぜか今から興奮している親父を尻目に、俺はとりあえず荷物をまとめる。高校には俺が退学届を出しといてやるからな、と言って親父は俺が立花組に入ることをあっさり認めた。いやお前の親父びっくりするくらいのクズだったな。木頭さんが笑いながらそう言ってたけど、目は笑っていなかった気がする。悪いけど本当に下っ端から働いてもらうからさ、給料はほとんどないからね。いいですよ。だって給料が入ったらあいつらに取られるだけだし。そして俺の立花組での生活が始まった。木頭さんは立花組の若頭だった。彼はいろいろと教えてくれて、スーツは俺が就職祝いってことで買ってやるよと言ってはいろんなものを買ってくれた。とても羽振りも良かった。組員となってすぐの俺の立場は本当に下っ端だったので、いわゆるお世話係というのが俺の仕事となった。この立花組には組員用のマンションもあり、俺はそこに住まわせてもらうことに。このマンションには俺より立場が上の組員の人たちも多く、その人たちの買い物や洗濯なんかの家事をするお世話係となったのだ。もちろんこんなことは極道の仕事ではないし、
こんなことをするために立花組の組員となったわけじゃない、と俺はすぐに木頭さんたちに愚痴ってしまった。しかし、みんな口を揃えて、みんな最初はこうだから、と言われた。そんなもんですか？当たり前だろ。入ってすぐのやつはこんなもんだよ。木頭さんもそこから若頭まで這い上がったらしいし、実際他の組員の人に聞いてみても、確かにこういうお世話係みたいなところから始めていったと言っていたので、そうなのだろう。仕事っていうのはそんなもんだよ。こうやって成長をしていたらいいんだよ。木頭さんは笑いながらそう言うだけだった。俺は両親があんなのだったので、一応それなりに家事スキルがあり、組員の代わりに食事を作ったり、洗濯をするのも難なくこなすことができた。なので、このお世話係もそこまで苦痛ではなく、そうやって日々過ごしていると、あっという間に1ヶ月が経った。そして、お世話をしている間に、俺はこのマンションの組員の人たちとだいぶ親しくなることができていた。していることは相変わらず使いっぱしりだが、これまでの俺の人生とは違って、何かをやれば感謝をされることが嬉しかった。両親は、ここまで育ててやったんだから、やって当たり前。だと言われていたから、感謝なんてされたことがなかったからだ。ここまで続いてる新入りも久しぶりだな。これからも頑張れよ。ここ最近入った人は長続きせず、すぐに辞めてしまっているらしい。俺は入って1ヶ月で珍しく長続きしているそうだ。そして今日は組員の田中さんから頼まれた買い物をして、俺はマンションへと帰っているところだった。すると、道の先に見覚えのある男が立っていた。それは、俺の親父だった。よく見れば、親父の横には筋肉質な体型の男が3人。黒スーツにサングラスをかけていた。俺と同業の人だろうか、となんとなく思った。一ヶ月ぶりに会う親父は以前よりやつれていて、一体何があったんだ？俺の存在を認識したらしい親父たちは、たかし、お前、調子乗りやがって！と、父は怒鳴りながら駆け寄ってきた。親父？なんだよ、いきなり。うるせえ！お前のせいで、俺はこんな目に遭ってるんだぞ。責任取れ！最後に会った時以上に興奮をしている親父だが、その目は血走っていた。なんだ？どういうことだ？待ってくれ、話が見えないんだけど。お前、借金なんかしやがって！借金？身に覚えがなさすぎて、借金という言葉に戸惑った。俺はこの1ヶ月、借金なんてする暇もなく、世話係として走り回っていたので、そんな余裕もなかったのだ。ついでに言うと、俺はまだ18歳になっていない未成年なので、借金ができない。これは以前、親父が当時中学生の俺に借金をさせようとして、取り立て屋のおじさんに、未成年が借金したって結局返すのは親のお前だぞと叱られていたから知っているのだ。俺は借金なんてしてねえよ。嘘つくな。そのまま親父は俺の右頬を思いっきり殴ってきた。衝撃で吹っ飛んでしまう俺の体は道路を滑った。顔も含めて全身傷だらけになってしまった。本当に知らないんだよ。
何の話だ。傷だらけになりながらも顔を上げると、親父の横にいたスーツ姿の一人の男が俺に話しかけてきた。藤木隆っていうのはお前か？確かに藤木隆は俺だけど。お前、返済期限はとっくに過ぎてるんだぞ。いつ返すつもりなんだよ。俺、本当に借りてないんですけど。借用書がお前のサインだろうが。男が白い紙を叩きつけた。それはどうやら借用書らしい。金額は300万。確かに俺の名前である藤木隆のサインが書かれていた。しかも連帯保証人の名前は俺の親父の名前だった。こんなの借りてない。俺じゃない。お前のサインがここにあるだろうが。お前以外誰が借りるんだよ。俺は胸ぐらをつかまれ、無理やり体を起こされ、また道路に叩きつけられた。痛む腕を引っ張り、もう一度借用書を見てみると、借りた日付はつい最近だ。でもこの頃は俺はずっと走り回っていたので、借りる暇なんてない。しかも、くまくまファイナンスなんて会社は聞いたこともないのに。お前が未成年なのを黙って金を借りたからって、親の俺に借金を返せとか言ってきてるんだよ。お前、何してんだクソガキが。本当に知らないんだ。この日付だって俺は仕事をしてて。嘘つくんじゃねえ。俺はそこから親父たちにボコボコにされた。抵抗はしていたが、4対1で勝てるわけがない。しかも相手は大の大人4人だ。俺は体を丸めて致命傷をもらわないようにするのに必死だった。必死に耐えていると、視線の少し先、ビルの陰に隠れるようにこっちを見ている木頭さんがいた。いつもよりラフな格好をしているから、今日はプライベートのようだ。木頭さん、助けてくれ。俺が大声でそう叫ぶと、親父たちもそちらに視線を向けた。あ、お前、お前が高志だろうが。は？一人の男が叫ぶと、俺も含めてみんなが顔を見合わせた。あいつがうちに金を借りに来て、この借用書に藤木隆ってサインしたやつだ。防犯カメラにもあの男が映ってた、とその男は叫んだ。あー、バレちゃったか。木頭さんはそこからひょっこりと出てくると、突然こちらに背中を向けた。たかし、悪いな。俺は逃げるから、あとはよろしく。え？なんとそのまま木頭さんは走り去ってしまった。待て！親父の横にいた男たち3人は木頭さんを追いかけて走っていったが、俺は木頭さんが走っていく姿を見つめることしかできなかった。木頭さん。そこで親父は俺の方を睨み、また大声で叫んだ。言っとくけど、俺は返さねえからな。そんな金もねえし。お前の名義で借りた金なんだから、お前が返せよ。でも借りたのは俺じゃなくて木頭さんで。連帯保証人の名前が俺になっているだろうが。お前でも誰でもいいけど、絶対に返せよ。俺を巻き込むんじゃねえ。お前とは絶縁だ。二度と家に帰ってくんな。さらに親父から腹を一発蹴られ、俺はその場でうずくまり動けなくなった。
その間に親父はその場から歩いて行ってしまった。後で知ったのだが、木頭さんは俺を含めて自分より低い立場の組員の名前を使い、身分証明書がいらない会社から金を借りまくって豪遊していたらしい。もちろん請求は木頭さんのところには来ないので、好きに使いまくっていたのだろう。ちょっと前に俺が長続きしていると褒められた時、最近入ったやつがすぐに辞めるからどっかに行って二度と見なくなると佐藤さんが嘆いていたのは、これも原因の一つだったのかもしれないと今なら思える。ボロボロになった俺は立ち上がることもできず、その場に倒れたままだった。助けてくれと言ったのに助けてくれなかった上に、俺に借金をさせていた木頭さんのことを思い浮かべると悔しくてたまらなかった。君大丈夫か？誰かが俺に声をかけてくれている。でも頭がクラクラしてきて、俺はその言葉に返事ができずに目の前が真っ暗になったのだった。次に目を覚ました時、そこは知らない天井だった。どうやらどこかの和室に敷いてある布団に寝かされていたようだ。冷たい感覚があり、そこに手を持っていくと、殴られたそこには湿布が貼られていた。お、起きたか。大丈夫か？そこにいたのは少し年のいったおじさんだった。おじさんは飲めるかと水を出してくれた。俺はそれを一気に飲み干す。道で倒れていたから驚いたぜ。しかも全身殴られた跡があったし。なんであんなところで倒れていたんだ？言わないと追い出すぞ。なんでもないわけがないからな。おじさんはその場に座り込んだ。完全に聞く体勢に入っている彼を見て、俺は正直に今まであったことを話すことにした。両親のこと、木頭さんにスカウトされて立花組に入ったこと、世話係として働いていたが、実は木頭さんに名前を勝手に使われて借金をさせられていたこと、そこまでをすべて話すと、ずっと黙って聞いてくれていたおじさんは、その木頭ってやつは最初からそのつもりでお前を組員にしたのかもしれないな。裏切られてかわいそうに。と肩をポンポンと叩いてくれ、泣きたいなら泣け。と言ってくれた。そう言われた瞬間、俺は涙が止まらなかった。俺に何でも買ってくれたり、優しくしてくれたり、仕事のこととか、あんなにいろいろ教えてくれた大人は、木頭さんが初めてだった。橘組の若頭として仕事をしているところもかっこよくて、こんな大人になりたいと思っていた。俺、本当に木頭さんのこと尊敬していたんだよ。結局、木頭さんは俺のことは借金をさせるためだけの存在でしか思っていなかったということだ。悔しくてショックだった。あのあと、木頭さんはあの借金取りたちに捕まったのだろうか。でも、木頭さんのことだから、多分逃げているだろう。今、俺が橘組に帰っても、木頭さんが俺をあの借金取りたちに突き出す可能性が高い。もう橘組には戻れないし、両親のいる家にも戻れない。俺はどうしたらいいんだ。と考えれば考えるほど涙が止まらなかった。俺がひとしきり泣いた後、おじさんは俺の頭にポンと手を置いた。捨てるやつがいれば
拾うやつがいるってことで。行く場所がないならここにいたらいい。ここに？ここは住居兼ラーメン屋でね、私が経営しているんだ。ちょうど人手が欲しかったんだよ。よかったらここで働かないか？はい、お願いします。じゃあ早速働いてもらうぞ。君の名前は？藤木隆です。私は高木と言うんだ。よろしくな。高木店長は仕事を定年退職した後にこのラーメン店を開いたらしい。カウンターの10席しかないラーメン屋だが、スープが絶品ということで地元では有名で、常に行列が絶えない店とのことだ。ラーメン一行は地元で有名なだけあってとても忙しかった。朝から晩までひっきりなしに客が来る。スープが売り切れたら閉店らしいが、店長がスープを継ぎ足しているのでスープが売り切れることがないのが現状だ。こういうふうに書いてたら客が来たくなるものだろう。と店長はにやりと笑う。人手が欲しかったというのも納得の忙しさだった。俺がマンションに戻らなくなってから数日後には木頭さんから LINE や電話がひっきりなしに来ていた。悪かった。もう二度としないから戻ってきてくれ。ちょっと借りただけなんだ。ちゃんと返すつもりだった。お前がいないから他の組員の世話係をするやつがいない。すぐに帰ってきてくれ。ずっとこんな文面を送ってくる。けれど俺は電話に出る気も LINE を返す気にもなれず、別の場所で働いてて忙しいので連絡しないでくださいとだけ LINE を送り、それ以降はすべて無視をしていた。すると痺れを切らしたのか、木頭さんはこのラーメン屋に乗り込んできた。おい、たかし！木頭さん。突然現れた木頭さんに、俺は目を見開いて驚いてしまった。まさか、俺が働いている店を突き止めるなんて思ってもいなかった。しかも、木頭さんの興奮している姿を俺は初めて見た。いつもニコニコと笑っている姿しか知らなかったので、木頭さんにもこんな一面があったのかと、そこもまた驚いた。お前、今すぐ戻ってこいって言ってんだろ。ずっと無視しやがって。何回も言わせるんじゃねえ。お前が出て行ってからマンションの世話係がいなくなったって上の連中が騒いでるんだよ。しかもなんであいつを追い出したんだって俺が責められてるんだ。いいから今すぐマンションに戻って世話係の続きをやれ。戻りません。は？もうそこには戻りませんし、世話係もしません。俺の名前を使って勝手に借金をするような人とこれ以上付き合うつもりはありませんから。むしろなんで戻ってくると思ってるんだよ。あれからも連絡はすべて無視しているのに、まだ俺が言うことを聞くと思っているのかが不思議でならなかった。お前、いい度胸してるな。顔を真っ赤にした木頭さんは俺に近づいてきた。もし殴られたら殴り返そうと思っていると、おい！とそこで言い返したのは高木店長だ。うちの店で勝手に騒ぐんじゃねえ。さっさと出て行け。店長の大声が店内に響いた。しかし興奮が冷めないらしい木頭さんは、うるせえぞじじい！と
店にあった子供用の椅子を持ち上げて、それを床に叩きつけた。店内にいたお客さんたちも叫び声を上げて、ざわざわと騒がしくなった。そう、彼は店に客がいるのにこんなことをしてきたのだ。すると、お、親父さん、警察呼んだから。と、一人のお客さんが声を上げた。警察だと？てめえ。今度はそのお客さんに目線を向けた木頭さんだったが、おいクソガキ、うちのお客様に手を出そうとするんじゃねえ。今すぐ出て行かねえと警察が来るぞ。二度と来るんじゃねえ。店長の声にぐっと悔しそうにうなった木頭さんは、そのまま店を飛び出していった。皆さん、迷惑をかけてすみません。全員、お代無料にしますんで。わあ、と歓声が上がり、それから本当に警察が来たが、大した被害がなかったということで帰ってもらった。しかし、懲りずに木頭さんは、再び俺に電話をしてきた。お前が帰ってこないなら、今まで俺がお前に出してやった金を返せ。無理ですよ。俺、今金なんてないですし。そこの店儲かってんだろ？店のレジから持ち出したらいいだろうが。とにかく無理です。あんたが俺の名義で作った300万の借金をちゃんと返したら、また連絡をしてください。と、電話をガチャ切りしてやった。すると、さらに数日後、木頭さんはまた店にやってきた。みかじめ料の請求に来たぞ。ここは立花組の土地なのに、お前のところ払ってないだろうが。今度はみかじめ料を請求しに来たのだ。相変わらず木頭さんだけが店に現れた。今度は営業前に来ていたので、また警察を呼ばれることを警戒しているのかもしれない。みかじめ料という単語に仕込みをしていた店長が顔を上げて、また木頭さんをぎろりと睨む。お前確か立花組って言ってたよな。あそこにはみかじめ料を請求するなんて決まりはなかったはずだが。うるせえ、あるんだよ。ないんだよ。店長は毅然とした態度を崩さなかった。お前、さては今までみたいに金を手に入れることもできなくなったんだろう。もうお前に金を貸してくれる会社なんてないだろうしな。なんでそれを。別のやつの名前で金を借りるなんて悪質なことしてたら、そりゃ誰も貸してくれなくなる。この辺一帯の金貸しにはお前の顔がバレてんだよ。な。どうせ幹部への上納金が用意できなくてそんなことを言ってるのかもしれないが、うちはみかじめ料を払うつもりはないし、たかしはうちの従業員だ。お前みたいなクソには渡さんし、これ以上こいつにつきまとうんじゃねえぞ。木頭さんは全部が図星だったようで黙り込んでしまった。木頭さん、俺は立花組を抜けますし、もうここには来ないでください。俺からもお願いします。俺は頭を下げて木頭さんにそう言った。それ以上にもうこんな木頭さんの姿を見たくないと思ったのも事実だ。組長からだ。え？みかじめ料をもらってこいって組長からの命令なんだよ。目が血走っている。必死なその様子に本当に組長からそう言われているように見える。もしかしたら
持っていかなきゃ木頭さんがどうにかなってしまうのかもしれないと思わせるくらいには彼の様子は異様だった。その姿を見て、この人には今本当にお金がないのだと思ってしまった。多分組長からっていうのは嘘だろう。人はここまで落ちぶれてしまうのか。木頭さん、もう。俺がこれ以上はもうやめてくれと言おうとしたとき、命令？立花組の組長がそう言ったのか？本当に？と店長が言った。そうだって言ってんだろ。早く出せ。みかじめ料100万。いや、500万だ。早くしろ。そうか。あのガキも随分と偉くなったもんだな。そう言って店長がため息をついた。え？ちょっと本人に説教してやるか。地元の人に迷惑かけんなってあれほど言ったはずなんだが。ここで店長はスマホを取り出し誰かに電話をかけ始めた。おい東郷、お前みかじめ料を回収させてるらしいじゃねえか。してねえよ。地元の皆さんに迷惑かけんなって言ってたのはお前だろうが。そう言いながら店に現れたのはスーツを着ている40代くらいの男性だった。後ろには何人かの男性を連れている。なんだ東郷、そこにいたのか。おっさんから話を聞いた後に組員からもいろいろ聞いたからその報告をしに来たんだよ。そしたらな。お、親父。二人の反応を見てわかったが、この人が立花組長だった。俺は立花組に入った時も、下っ端が組長に会うなんて100万年早え。まずは若頭くらいになってから会えるもんなんだよと言われていたため、結局一度もちゃんと会ったことがない相手だったが、オーラが圧倒的に違う。お、親父、違うんだ、これは誤解で。何が誤解か知らんが、気頭、お前よくも俺の名前を出しやがったな。これは違うんだよ親父。こっちは全部知ってんだよ。しかも高木のおっさんにまで迷惑をかけて俺の顔に泥を塗りやがって。お前のことは絶対許してやらないからな。立花組長は本気で怒っているようだ。あまりの迫力に俺も動くことができない。木頭さんなんて正直漏らしているのではないだろうか。高木店長はふんと笑うと、東郷、うちの高志の名前を語った300万もちゃんと回収しろよと言った。当たり前だ、借りた本人から返させるなあ木頭。ひ今すぐこいつの名義で借りた金と他のやつらの名前で借りた金を返せ。できねえとは言わせねえぞ。これは俺が漏らしてしまいそうになる迫力だ。あの金がありません。だろうな。安心しろ、俺が金を稼がせてやるよ。まさか。ああ、あの方法で稼がせてやる。嫌だ、やめてくれ。うるせえ。おい、こいつを連れて行け。へい。やめてくれ。泣き叫ぶ木頭さんは組長の後ろにいた組員たちに
羽がいじめにされ、そして引きずられるように連れて行かれたのだった。おっさん、たかし、うちの若頭がすまなかったな。組長はそれだけ言うと言ってしまった。次の日から木頭さんには連絡がつかなくなった。あの方法とは何なのか、俺は知る由もない。噂ではひたすら体を売って金を稼いでいるのだとか。もう国内にはおらず、海外でひたすら漁に出ているという噂もある。実は俺は定年まで警察で働いていたんだ。騒ぎのあと、店長に立花組長と知り合いなのか聞いてみると、高木店長は現役時代はヤクザたちを取り締まる、いわゆる丸棒をしていたらしい。東吾の親父である先代の組長はいいやつでな。ヤクザといえば嫌なイメージしかないだろう。それを覆したいっていつも言ってたんだ。地域の人たちの手伝いなんかは率先してやってたし、いろいろやってたな。業界のイメージを変えたいって頑張ってたんだ。俺は警察だったが、先代のその意識が好きでな。陰でいろいろ手伝っていたんだ。しかし先代は病気で亡くなってしまい、1年ほど前に今の組長に代替わりしたそうだ。組長の意識をそのまま引き継いだ今の組長の東吾はいいやつでな。よく頑張っていると思う。業界のイメージを変えたいなら、みかじめ料の請求なんてせずに、町のみんなには迷惑をかけずに仲良くすべきだって教えたら、それを素直に実践してるよ。警察を定年退職し、この町でラーメン屋を開いた店長は、現在この町の組合長となり、今でも組長と定期的に連絡を取り合って、極道業界のイメージの改善に努めているそうだ。頑張っているやつに協力するのは当たり前だろ。と、また店長はにやりと笑うのだった。その後、俺名義で借りられていた300万円は、木頭さんが返金するということになり、俺に借金はなくなった。ちなみに、両親はあれから行方不明になっていた。ちょっと前に親父から助けてくれと LINE が来ていて、普段スマホをあまり見ない俺がその通知に気づいたのはだいぶ後になってからだった。一応気にはなったので、両親はどうしているのかと思って実家に足を運んだところ、家があったはずのそこは駐車場になっていた。まあ多分親父は借金とかだろうし、母さんは男と逃げたとかそんなのだろう。あの時に親父とは縁切りされているし、母さんは俺に興味はなかっただろうし、消息もわからないがどうでもいいなと思ってしまった。行方不明となった両親の代わりに高木さんが正式に俺の面倒を見てくれることになった。ある夢ができた俺はラーメン屋を手伝いながら高卒認定試験を受けるために猛勉強し、無事に合格した。高木店長のおかげで俺は警察官という仕事に興味を持ち、その夢を叶えることにした。そして今日は先日受験した警察官の採用試験の結果発表日だ。それを見るため俺はスマホで結果発表画面を見つめ、思わずガッツポーズをした。店長、たかし、どうだった？受かりました。俺はスマホの画面を見せる。そこには俺の受験番号が表示されていた。やったな、たかし、おめでとう。店長、泣かないでくれよ。
いや、勉強もよく頑張って、店もよく手伝ってくれたから。しかも、俺と一緒の警察官になりたいなんて言ってくれて、俺は嬉しかったんだよ。高木店長は男泣きをしていた。俺も泣いて二人で泣いた。それから数年後、警察学校も無事に卒業できた俺は、この地域の交番に配属された。立花組長が力を入れて数年、この町でのヤクザのイメージはそこまで怖いものではなくなっていた。今では組員のみんなも町に溶け込んでいるような気がする。それでも毎日のように事件は起こる。それを全部防ぐことはきっとできないだろうけど、俺のできる範囲で事件を防ぐことが今の俺の仕事だと思う。これまでの人生で俺は因果応報ということは本当にあるのだと学んだ。木頭さんも両親も結局最悪な結末を迎えてしまったのだ。俺はあの人たちを反面教師にしてこれからも生きていこうと思う。いいことをすればこんな結果にはならない未来が待っているのだろう。それを学ばせてもらえたことだけ木頭さんたちにはお礼を言ってもいいかなと思うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。65歳にもなって必死にパート続けて、若いこっちに迷惑かかるのよね。ババアはさっさとやめてくれない？まだまだ若い新入社員の田中さんは薄ら笑いで私を見下ろす。わかりました。私はエプロンと帽子を脱ぎ頭を下げると逃げるようにその場を後にした。田中さんは思いもよらなかっただろう。数日後、地獄を見ることになるとは。私の名前は立花由紀子。老舗の和菓子店でかれこれ30年ほどパートとして働いている。子供が小学生になり少しずつ手が離れてきたので、専業主婦でいるより気分転換になるだろうと夫の勧めもあり働き始めた。最初の頃こそ何が何だかわからない中、毎日無我夢中だったが、知っていくほど奥深い和菓子の世界に私はどんどんハマっていった。春になれば梅や桜を思わせる淡いピンク色の桜餅、夏になればつるんと喉越しの良い涼しげな水羊羹、秋になれば食欲をそそるホクホクに甘い栗きんとん、冬になれば見た目にも可愛らしい真っ白のいちご餅、特にこの季節に発売している冬季限定のいちご餅は若い世代にも馴染みやすく、老若男女問わず好評だった。四季折々和の美しさを表現した数々の菓子に魅了され、パートとしてでも和菓子に触れる機会を持てることに喜びを感じていた。いらっしゃいませ。あら、三上さん、今日は早いですね。よう、ゆきちゃん、今日は足が特に痛いんで午後に整形外科の予約を取ってるんだ。こう毎日寒いと痛みがおつらいでしょうね。さてと、今日は何にしましょうか？いつもの頼むよ。季節の和菓子、いちご餅、二つの詰め合わせね。かしこまりました。常連の三上さんは、毎月奥様の命日に決まったお菓子を買っていってくれている。奥様が生きていた頃は、奥様が亡くなったご両親にと買いに来てくれており、お二人でいらっしゃることも多かった。奥様とは私も親しかったので、亡くなった後も三上さんは通い続けてくれた。足腰が悪くなって
杖をつくようになっても、毎月欠かさず通ってくださっているとても優しいお客様だ。すぐに用意するから椅子にかけて少々お待ちくださいね。お言葉に甘えて。よっこいしょと三上が待ち合いの椅子に腰掛けると、他のお客様が入店された。いらっしゃいませ。あら、松井さんじゃない。お久しぶりですね。こんにちは。よかった、ゆきちゃんがいて。いつものお願いできる？ええ。季節の和菓子、いちご餅2つと、おまんじゅう2つの詰め合わせね。少しお時間いただくので、おかけになってお待ちくださいね。あ、ごめんなさい。三上さんに座っていただいてるんだった。すぐに椅子を持ってくるから、待っていてください。待合の椅子には、三上が座っていたので、裏からもう一脚椅子を運んでくる。ゆきちゃん悪いわね、気を使わせちゃって。いいえ、全然気にしないでください。お店がもうちょっと広かったらよかったのよね。ごめんなさいね。松井さんも長くお店に通ってくれている常連だ。出会った頃はまだ元気に働いていた松井さんも、すっかり腰が曲がって歩くスピードもかなりゆっくりになっている。それでも何かあればここへ和菓子を買いに来てくれて、たあいもないお話をして帰っていく。私はこの時間が大好きだった。常連さんが年を取っていくってことは、私もそれなりには年を取ったのだろう。いつまでも若い気分でいたが、裏から椅子を運んできただけで筋肉痛になりそうだった。ねえ、ゆきちゃん、今日あの子いないの？ふと松井さんが私に近づいてぼそりと耳打ちする。あの子？新入社員の田中さんのこと？今日はシフトでお休みですよ。そうそう、金髪だか茶髪だかで、和菓子屋さんなのに目立ちすぎて私ちょっと苦手よ。ああ、彼女には再三注意してるんだけどね、なかなか言うこと聞いてくれないんですよ。この間だっていつものちょうだいって言ったら、いつものって何ですかなんて言うのよ、にこりともせずに。客商売としてよくないわよ、あれは。私も頭を悩ませていた。新入社員の田中ココアさん、彼女は本店で半年研修を受けて、この店舗に配属されてからは4ヶ月といったところか。4年生大学も出ているし、頭もよく、本店での研修では優秀だったそうだが、この店舗に来てからの態度は目に余るものがあった。私から注意しておきます。すいませんでした。ゆきちゃんが頭を下げることないのよ。ただの愚痴だから。気にしないで。ココちゃんだろ？松井さんとの会話に、隣で聞いていた三上さんが加わる。あの子、派手だけどいい子だよ。まあ、人によっちゃあの態度が慣れ慣れしいって苦手なやつもいるだろうがな。ココちゃんって、ココアって言うんだってな。今時の名前だ。俺は若くて可愛い子が好きだからよ。もちろん、昔のユキちゃんも可愛かったけどな。冗談はよしてください。お待たせしました。1690円です。あいよ。またね。お気をつけて。三上さんと松井さんを見送ると、ふっとため息をついた。そこへ、社員の平林くんがやってきた。お疲れ様です。お先、休憩いただきますね。ええ、行ってらっしゃい。平林くんは3年目の社員だ。身長はスラッと高く、仕事もできるので、社員からの人気も高い。あ、ねえ平林くん、ちょっと聞きたいことあるんだけど。はい、何ですか？田中さんってどう？お仕事慣れてきたかな？そうですね。僕は直接の指導係じゃないですけど、うまくやってるんじゃないですかね。なんかありましたか？
いえね、接客についてもう一度研修すべきなんじゃないかなって思ってるのよ。接客ね。ここは常連ばかりだし、ベテランの立花さんがいてくれれば安泰ですよ。またまたおだてちゃってうまいんだから。いいわ、休憩時間取ってごめんね。行ってらっしゃい。いえいえ、じゃあ行ってきます。平林くんは誰の悪口も言わないし、そういうところがみんなから好かれている要素なのだけど、いまいち聞きたいことは掘り出せそうになかった。明日田中さんが出社したら少し話をしてみよう。私は田中さんへの注意点を箇条書きにして何度も何度も読み返し、暗記できるように繰り返した。嫌な言い方にならないよう、だけどきちんとルールは守ってもらえるように。新人相手にこんなに気を使わなくちゃいけないなんて。とため息をついて上がりにくくなった左腕をぐるぐると回した。次の日、おはようございます。私は田中さんに声をかけると、目も合わせずぼそっとおはようございますと帰ってきた。そこへ平林くんも出社してきた。あ、おはようございます。昨日は連絡ありがとうございました。私と平林くんへの態度の差に驚くというか、もはや呆れた。おはようございます。お休みだったのにごめんね。研修ってほどではないけど、日々意識を持ってお客様に接していけたらいいなってことで。平林さんって本当によく気がつくし、できる男って感じ。なるほど。平林くんは私が田中さんの接客態度について気になっていたことを察知して、田中さんに個別で連絡指導をしてくれたらしい。自分なんかまだまだですよね、立花さん。あ、いえ、すごく頑張ってくれて尊敬します。私の声は耳に入っていないようだが、ひとまず接客態度については気をつけてもらえそうだ。語尾を伸ばして半音上がる田中さんの声色を背に、私はそっとその場を離れた。数日後、ふうと重い腰をさすりながら、休憩時間を5分過ぎてもスマホをいじり続ける田中さんに声をかけた。午後、本社から社長が視察に来るので、社長の視察？うちの店舗に？そうなのよ。急で悪いんだけど。到着は14時過ぎって言ってたから、それまでに店舗入り口の掃き掃除をお願いでき、社長ってあの若社長ですよね。独身のイケメンの。田中さんは目をキラキラさせて私に詰め寄った。普段の仕事もそれくらいやる気を出してくれればいいのだが。はい、私対応します。あ、いえ、社長対応は私がするので、田中さんは入り口の掃除をお願いします。はあ、なんでよ。パートの分際で社長対応ってありえないんだけど。私はため息をついた。まるで宇宙人、話が通じない。真面目に会話をしようとした私が悪かったようだ。つかつかと田中さんは私に近づいてくる。ババアは引っ込んでてください。他の社員に聞こえないよう一応気を使ったつもりだろうか。田中さんはわざと肩をぶつけながら私の耳元で吐き捨てるように言った。限界かもしれない。私はそう思った。その日の午後、あら、三上さん、いらっしゃいませ。お、ゆきちゃん、今日は外掃除かい？寒いのに精が出るね。三上さんこそこの寒い中じゃ足痛むんじゃないの？年寄り扱いするなって。お邪魔するよ。三上さんが杖をつきながらゆっくりと店内へ入ってくる。おお、ココちゃんだ。
いつもの頼むね。おっちゃんだ、いらっしゃいませ。いつものね。田中さんはちらちらと私に見くばせしてくる。いつものがわからないのだろう。仕方なく私は店内に入り、手を洗うと田中さんに代わって接客した。季節の和菓子、いちご餅2つね。すぐご用意しますから腰掛けてお待ちくださいね。私は裏へ包装を取りに行き、三上さんは待合の椅子へ腰掛ける。田中さんと三上さんの2人の世間話が聞こえてくる。田中さんも男性客への受けはいいんだなぁと思っていたその時、年寄り扱いするなって言ってんだ、もう二度と来るか。三上さんの怒号が響いた。何事かと表へ走っていくと、三上さんは顔を真っ赤にして杖を荒々しくつきながら店を出ようとしている。足と杖をつく順序も忘れるほど頭に血が昇っているようで、今にも転びそうだった。私は慌てて駆け寄る。どうなされましたか？何か失礼なことを。小娘によく教育しとけ。何が持ち詰まらせちゃうようだ。客に向かってそんな言い方があるか。田中さんの方を見ると、唇を噛んで腕を組んでただ見ているだけだった。田中さん、謝りなさい。あまり大きな声を出したことのない私が怒ったので、田中さんはひるんだのか少し泣きそうな顔をしている。どうしたの？三上さんや私の大きな声でのやりとりに、他の社員やパートも心配そうに見に来たようだ。私、間違ったこと言ってないもん。おっちゃんが喉に餅詰まらせちゃうのが嫌だったの。あんな大きいいちご餅。それにしたって言い方ってものがあるでしょ？パートの分際でお説教しないでよ。お客さんが買った商品で何かあったら責任取るのはうちら社員なんだから。私は何も言えず、よろめく三上さんを支えて外まで見送った。ごめんなさい三上さん。しばらく来ないと思うが、ゆきちゃんも元気でな。頭を下げ続け、三上さんが見えなくなるまで私はそうしていた。店内に戻ると社員やパートが集まっていた。ちょうどそこへ社長が到着した。お疲れ様です。失礼させていただきます。今って営業時間中ですよね。皆さん集まってどうかされましたか？お客様対応中にトラブルがありまして。私がそう言った直後、田中さんはまた私の肩にぶつかりながら耳元でつぶやく。65歳にもなって必死にパート続けて、若いこっちに迷惑かかるのよね。ババアはさっさとやめてくれない？田中さんはうすら笑いで私を見下ろす。わかりました。私はエプロンと帽子を脱ぎ頭を下げると、逃げるようにその場を後にした。大人である以上冷静にとは思うものの、悔しさと悲しさで涙がこぼれてしまいそうだった。30年、いろいろな出会いがあり別れもあり、いろいろな感情とともに過ごしてきたこの店。嫌なこともあったが、従業員や常連客の優しさで成り立っていたような温かい店だけど、どこかで幕を引くことは誰しも当然かもしれない。上がりにくくなった肩や立ちっぱなしで痛む腰、お荷物と言われてももはや否定する体力もない。立花さん、どうしたの？昔から一緒に働いてきた社員やパートが声をかけてくれた。私、お店辞めるわね。ちょっとどうしたの急に。ごめんなさい、
いきなりよね。でも決めたの。そんな、社長呼んでくるから。有無を言わさずパートが走って社長を連れてくる。バタバタと走ってくる足音。母さん、辞めるってなんだよ。社長の声に若い社員やパートたちが振り返る。母さんって、すいません。社長は気まずそうに咳払いをして私を見据える。立花さん、どうか思いとどまってもらえませんか。社長、忙しいんでしょ。視察はいいの。今はそれどころじゃ。私は古くなった和菓子作りの機械を眺めながら昔のことを思い出していた。あなたの小さい頃ね、私ずっとずっとあなたと二人で家にいて、あなた体が弱かったからすぐに泣くし熱は出るし、しまいに痙攣を起こすものだから、不安で心細くて私まで毎日泣いていたのよ。そんな私を見かねてお父さんがうちの和菓子店でパートしないかって言ってくれたの。気分転換になるからって。お父さんと出会ったのも私が働いていた喫茶店でね、接客は大好きだったから。とはいえ和菓子の世界って奥が深くて難しいことだらけで、毎日クタクタになってがむしゃらに働いたっけ。お父さんが亡くなってあなたが正式に社長に就任したけど、ここまで店舗展開するのは並大抵のことじゃなかったんだからね。朝早くから夜遅くなんてもんじゃないわね。明け方過ぎてお店が開いて、お昼を食べながら寝ちゃって、その時間を取り戻すんだってまた寝ないで仕事して、そんな繰り返しだったわよお父さん。その背中が大好きだった。でもこのままじゃ倒れちゃうって思ったから、私にもできることがないかって必死で考えて、私が案を出してお父さんと二人で冬限定販売のいちご餅を作ったの。私の字を取って雪の花。このいちご餅のヒットで会社は大きくなった。そして今はあなたが舵を取っていることで安定して経営も続いている。だからもう私にできることはないのよ。すべてを捧げてきたから。そんなことって。シーンと静まる中、田中さんのか細い声が聞こえてきた気がした。失礼します。私は振り返らずその場を後にした。今頃の時間だとパートさんが交代の時間ね。私は自宅で本を読みながらコーヒーを飲み、ゆっくりと過ごしていた。店舗から離れても店舗のことばかり気にして時計を見るのが癖になっているようだった。そこへ社長から電話が入る。母さん、ごめん、あの店舗がもうダメになるかもしれない、戻ってくれないか。弱ったような息子の声に血圧がさっと上昇していくのを感じる。何よ、どうしたの。母さんが辞めてから常連客がみんなどうしたって騒いでるらしい。例の新入社員もミスだらけで、それをフォローする人もいないから新入社員は落ち込んで出社拒否だって。忙しくなるって辞める人も出てきて、雰囲気も最悪なんだと。あの店舗には平林くんがいるじゃない。あの子はできるでしょ。平林くんは経営側に欲しいから本社に勤務してもらってる。そう、あなたもいろいろ考えてるのね。私にも少し考えさせてちょうだい。前向きに検討お願いします。
電話を切ると読み書きの小説にしおりもかけず投げ出し身支度を始めた。髪を溶かしながら田中さんの言葉を思い出していた。おっちゃんが喉に餅を詰まらせちゃうのが嫌だったの。あんな大きいいちご餅。お父さんと作った思い出の商品だから、長年レシピも同じものをずっと使用してきた。見栄えのする大きないちごを選んで、粒皮までしっかり感じられる粒あんをまとわせ、もっちりと弾力のある餅で包み込んだ和菓子。杖をつく三上さんや腰をかばうように歩く松井さん。常連客がずっと来てくれているわけで、客層は年齢が上がっている。確かにあの餅を喉に詰まらせる危険はある。狭い店内で待ち合いの椅子が少ないのも足が遠のく理由になりうる。それに田中さんをはじめ他の従業員のミスを私一人でフォローしていたことも、彼女の成長、社員の成長、会社の成長にはつながらなかったのではないか。タクシーを拾い本社まで飛ばした。マニュアル通りの接客をするタクシー運転手にマニュアル通りの支払い。接客マニュアルの一体化か。スマホを取り出すとつらつらと思いついたことを書き並べた。タクシーを降りると本社前で平林くんが出迎えてくれた。お疲れ様、平林くん、久しぶりね。お疲れ様です。社長は打ち合わせ中です。そう、思いつきで飛び出してきたんで、アポ取らなきゃ息子にも会えないなんてね。驚きました。立花さんがまさか立花堂の社長夫人だったとは。隠してたわけじゃないんだけど、なんとなく言いづらくてね。かっこいいな、そのフレーズ。さ、役員候補も忙しいでしょ。仕事に戻った戻った。そこへ社長からの着信が入る。そうね、うん、ええ、同じ方向を見ているようね。電話を切ると私はくるりと向きを変えた。あれ、立花さん、本社には寄っていかないんですか。皆さんによろしく伝えてちょうだい。忙しくなりそうよ。平林くんは深々と頭を下げて、タクシーが見えなくなるまで見送ってくれた。そういうところよね、人を思うってことは。私は立花堂の全販売職員の研修会に講師として壇上にいた。就業時の服装、基本的な接客、販売ノウハウ、店舗運営マニュアル、そしてお客様への注意喚起。よく噛んで召し上がっていただくこと。喉に詰まりやすい餅を使用した商品には注意書きとともに一言かけることを徹底した。相手を思いやる気持ちを大切にしてほしいと伝え一礼すると、販売員から拍手が上がった。同じ方向を見て歩いていける仲間が今はこんなにいてくれる。お父さん、本当に頑張ったんだね、と胸が熱くなった。講演を終えると控室には田中さんが来ていた。黒髪をしっかりと束ね、スーツ姿だったので最初は誰かわからなかった。お疲れ様です。お久しぶりね。出社拒否したんだって。それはごめんなさい。嫌に素直で驚いた。私、ごめんなさい。何よ、私が社長夫人だって分かったら態度を変えるの。まあそういう世渡りも必要だけど。違います、私本当に反省しています。調子に乗ってたんです。今年の採用、私だけ優秀だっておだてられていい気になって。私が立花堂に入社志望したのは雪の花に一目惚れだったんです。
丸くて柔らかくて可愛くて和菓子を新鮮だって感じられるのに衝撃を受けたんです。その雪の花がどうやって考案されたのか、あの日知ってますます大切にしなきゃって、大切にしたいって思うようになったんです。私、父親がいなくて母親一人で私を育ててくれたんです。だから立花さんが言ってたような家族の温かさとか全然知らなくて、知らなくてもいいやって思ってました。知りたくもないっていうか。でも雪の花を買っていく人の笑顔とか、立花さんがいなくなってからのお客様の悲しそうな顔を見てたら、なんか守ってあげなくちゃってもうよく分かんなくなって。田中さんは目に涙をいっぱいためて手をぎゅっと握りしめていた。本当にすいませんでした。深く頭を下げる田中さん、床には涙がポタリポタリと垂れていた。顔を上げて。数秒の沈黙のあと、手で涙を拭いながら田中さんはまっすぐ私の目を見た。これが演技だとしても、そこまでできるならもう安心だ。三上さんに言ってくれたでしょ、お餅危ないって。言い方は悪かったけど言ってくれてよかった。注意喚起をなあなあにしていたのは会社も悪かった。そこにカツを入れてくれたこと本当に感謝してる。ありがとう。田中さんは肩を震わせながらも目をそらさなかった。古き良きものはもちろん大切だけど、あなたみたいにガッツのある人が入ってくると変化を起こしてくれるから、それが良い変化になるのか悪い変化になるのかは、そうね、経営陣の腕の見せ所かしら。私は立ち上がり、田中さんの肩をポンと叩いた。まだまだ若いんだから、これからもガッツ見せてちょうだいね。ありがとうございます。そうして田中さんは今まで通り店舗の社員として続けていくことになった。そして私はというと、いらっしゃいませ。あら、三上さん、お久しぶり。おお、ゆきちゃん、どうしても足が向いちゃうんだよな。不思議な引力に引き寄せられてるみたいだ。私は販売員に復帰して今もパートとして働いている。月に2回ほど販売員の指導係として他店舗へも顔を出している。本社へ打ち合わせのために出向くこともあり、以前より忙しく過ごしているが、体が持つ限りできる最善は尽くしたいと思う。ところで、ココちゃん来てるか？はいよ。おっちゃん元気？こらこら、お客様に向かっておっちゃんもタメ口もやめなさい。三上さんは目尻を下げて笑っていた。この間は悪かったと思ってな。ココちゃんまだ入りたてなのに、こんな親父に怒られて怖かったろ。全然、立花さんの裏の顔に比べたらなんてことないですよ。ちょっと何よ裏の顔って。田中さんとはあれ以来言い合うこともあるけど、お互い腹を割って話せている。同じ和菓子を大切に思う仲間、お客様を守りたい信念を持った仲間として。漫談見てるみたいだな。こりゃいいや、立花堂に通うのがまた楽しくなるよ。ずっと続けてくれよ二人とも。俺もずっと通うから。そう言って三上さんは笑い泣きなのか何の涙なのか拭っていた。私と田中さんは三上さんが見えなくなるまで見送った。午後、平林くんが店舗にお手伝いに来てくれるそうよ。え、あの平林さんが？ウキウキしちゃう。言うことは相変わらずだけど、
以前より嫌味に感じない。私も先入観にとらわれていたのかもしれない。お疲れ様です。お久しぶりです。って平林さん、松井さんと一緒に？僕の義母です。え、平林さん結婚してたの？菓子作りの時は指輪も外してるし、いや誰かのセリフじゃないけど、隠してたわけじゃないけど言いづらくてねってとこかな。よく覚えてたわね、そのセリフ。こうなったら若社長を狙うしか。ごめんなさいね、うちの子ももう子供2人いるから。いつの間に。若いからってみんな独身とも限らない。失恋した田中さんは菓子作りに一生を捧げると笑っていた。何でもココア味の和菓子を作りたいんですって。それを聞いてみんなで笑った。でもガッツのある彼女ならいつか成し得るんじゃないかなと私は密かに楽しみにしている。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。うわ、中卒が来てる。バカ面すぎてこっちまでバカが映りそうだわ。それに中卒は子供までバカ面なのね。嫌になっちゃう。息子と高級鉄板焼きに行った俺たち親子、すると学生時代から俺を見下す帰国子女の美人同級生と再会してしまった。彼女は外国人彼氏と同伴しており、何やらフランス語でニヤニヤしながら話している。雰囲気だけでも俺たち親子の悪口を言っていることがひしひしと伝わってくる中、突然席を立った息子が彼女たちに向かって言い放った。お姉さん、お姉さんたちの言ってることを全部わかるよ。そしてこの後すべてを解釈し、俺たちの正体を知るや否や、同級生は息子の言葉に青ざめることになる。いい？明日から会社にお姉さんたちの席ないから。追い打ちをかける息子のセリフ。そう、同級生と外国人彼氏が顔を青ざめさせてまで驚く俺と息子の正体とは。俺の名前は中島純。学生時代からおとなしくて引っ込み思案な性格の男子だった。その上運動神経が悪く、運動会ではクラスの足を引っ張るほどの運動音痴と言っても過言ではないほど。だから体育の授業では他の子にバカにされてばかりだった。けれどそんな俺でも唯一打ち込めることがあった。それは勉強だ。勉強は運動神経を問われないし、人とあまり関わらなくても自分で進んでやれるから好きだったのだ。だから勉強の成績だけはいつもトップクラスだった。だがおとなしい性格につけ込まれたのか、小学校時代からよくクラスメートにからかわれたり嫌なことを言われていた。その嫌がらせは中学になっても続いた。中でもパリからの帰国子女近藤陽子は特に頻繁に嫌がらせをしてきた。勉強がちょっとできるからって何？あんた生意気なのよ。陰キャすぎてキモいんだから私の席と変わって。あんたは寒い窓際の後ろの席よ。クラスの席替えが終わった後の休み時間に近藤はわざわざ俺の席に来て席を変われという。席替えのくじで当たった場所が不服だったのか、一番交代してくれそうな俺に言ってきたみたいだった。俺は別に窓際でもどこでもよかったので、言われるがまま席を交代する。近藤はその俺の態度すらも気に食わなかったみたいで、何か言いたげにしていたが、友人に呼ばれるとあっという間にそちらへ向かっていった。まったく、席替えぐらいでギャーギャーと困った女子だ。
他のやつらも近藤ほどではないにしても俺相手なら要求を通せると思ってか無茶を言ってくるやつは後を絶たなかった。掃除当番を無理やり変わらされたり変な替え歌を作って歌われたり、テストで俺の名前が上位に張り出された後などは特に嫌な思いをすることが多かった。それでも俺は言い争ってみんなに勝てる気もしない。中学の3年間をずっとおとなしく耐えることで過ごすしかなかった。そのまま中学を卒業した俺はみんなに俺の行く先を知られないようにしようと思い、中卒で働くと言い残して遠い町の高等専門学校へと入学した。高等専門学校に行きたい？あなたがそう言うならもちろんいいわよ。母さん応援してるわ。嫌がらせをしてきた中学の同級生たちとこれ以上関わりたくないのももちろんあったが、普通の高校ではできないような深い学び方をしたかったので親に相談したら心よく OK が出た。やりたいことがあるならやってみなさいと応援してくれる両親で本当に良かったと思う。行ってみてより感じたのだが、高専の深くて広い学びは勉強好きな俺に本当に合っていた。中でもプログラミングを集中的に学び、俺は勉強を重ね続けてとあるプログラミングの大会で賞を取ったこともあった。中島くんってすごいんだね。びっくりしちゃった。賞を取った俺に声をかけてきた女子は愛坂愛花、同じクラスメイトでとても明るい女子だった。クラスメイトの中でも彼女はマドンナ的存在で勉強もでき、俺たちは話すうちにすぐに仲良くなっていった。え？中学時代嫌がらせをされていたの？中島くん、おとなしいけれど勉強できるし、私は話していてすごく楽しいよ。俺は愛花とは真逆の性格だったが、そんなところもひっくるめて俺の魅力だと言ってくれた愛花とは間もなくして恋人同士になる。人と接するのは相変わらず苦手だけれど、まるで花が咲くように笑う愛花だけは心を許せた。お互い勉強ができることもあって話も合い、俺の個性を好きだと言ってくれる愛花、俺もそんな愛花が好きだった。俺は勉強と青春、その両方で高校生活を十分すぎるほどに楽しんだ。高専卒業後はもちろん愛花との交際も続けながら、得意なプログラミング技術を生かすため IT 系の会社へ就職した。その IT 系会社では社内の連絡はすべてチャットなど非対面ツールだったので、人と接することが苦手な俺にとってはとてもやりやすい環境だった。仕事自体も忙しいながらもやりがいのある日々。就職してからの数年はあっという間に過ぎた。今までずっと俺と一緒にいてくれて本当にありがとう。愛花がよければ俺と結婚してください。はい、喜んで。こちらこそよろしくね、純くん。お互いの仕事が落ち着いてきた頃で、俺は愛花にプロポーズをすると見事 OK をもらい結婚もした。さらに結婚して数年後、二人の間に子供ができると、その子の名前は愛花の希望で大輔と名付けられた。大輔は歌よりも抱っこよりも、とにかくお絵かきが大好きな子だった。いつもは愛花か俺がクレヨンとノートを準備してあげるのだが、いつの間に覚えてしまったのか、まだ乳幼児だというのに、気がつけば自分でクレヨンとノートを用意し絵を描いていたこともあった。そんな大輔の成長が微笑ましい日々はある日突然に幕を閉じた。俺たちにこれ以上ないほどの悲劇が起きたのだ。休日出勤に出た愛花が建築現場から落ちてきた鉄板の直撃を受けて亡くなってしまったのだ。どうして
どうしてアイカが。パパ、ママはどこに行ったの？僕たちを置いてお空に行ったなんて嘘だよね。大輔。子供ながらに母であるアイカがいなくなったことに気づいて、信じたくない気持ちが大輔から伝わり、俺は大輔を力強く抱きしめた。休日出勤？そうなの。日曜日、人手が足りないみたいで代わりに来てって頼まれて、純が大丈夫だったら大輔のお世話をお願いしたいんだけど。数日前、そう言って休日出勤の相談をしてきた愛か。俺は仕事が入っていなかったので大丈夫だと返事をした。まさか、こんなことになるなんて。あの時俺が、俺も仕事だとか、何の理由でもいいから愛かを止めていれば、せめて車で職場まで送ってやれば、こんなことにはならなかった。俺の中で後悔ばかりが募った。それに、愛川を守ってあげられなかったせいで、大輔まで悲しい思いをさせている。俺と大輔は悲しみに暮れる日々が続いた。それでもいつまでも仕事も休んでいられない。さらに、親として慣れない家事と育児をするようにもなった。ご飯を作っておいたから、大輔君と一緒に食べてね。母さん、本当にありがとう。このくらいいいのよ。大変だと思うけど、大輔くんと一緒に頑張るのよ。それじゃ、私も仕事だから行くわね。時々俺の両親にも家事育児を手伝ってもらいながらではあったが、それを一人でやろうとすると至難の業だ。家事はなるべく大輔が絵を描くのに夢中になっている時や、眠っている時を利用して済ませたりしている。大輔を寝かしつけた後は疲れ切って床に大の字になって天井を仰いだりもした。そのまま呆然としながら愛華のことを思い出し、愛華がいた頃は愛華が率先して家事育児をやってくれていたので、俺は愛華の優しさに甘えていたのだなと痛感した。パパ、保育園に遅刻しちゃうよ。急いで。大輔は愛華に似てしっかり者で、朝バタバタと支度をする俺にそう声をかけた。愛華が亡くなってから初めは泣いてばかりだった大輔も、次第に現実を受け入れて男の子らしく強くなり、俺と共に日々を頑張ってくれている。本当は母の愛華がいなくなって寂しいだろうに、そんなこと何も言わず、いつも俺に寄り添ってくれて、俺にはもったいないほど本当によくできた子だった。そんな大輔のため、そして天国にいる愛華のためにも、俺もくじけず頑張ろう。そして俺は仕事と家事育児を両立していったのだった。そんな風に毎日てんてこまいだった。保育園のお迎えも、うちが一番遅くなることもしばしばだった。大輔を預けている保育園に迎えに行くと、大輔は迎えの時までいつも絵を描いている。先生、大輔はいつもああして絵を描いてるんですか？俺は先生にそう聞くと、お友達と一緒に遊ぶことより、絵を描くことに夢中になって描き続けるんだという。まるで、俺の学生時代を見ているかのようだった。勉強が好きで、勉強熱心だった頃の俺を。その絵がどれも素晴らしいものでして、もし大輔くんと中島さんさえよければ、大輔くんの絵をコンクールに出してみませんか？すると、保育園の先生から絵のコンクールに大輔の絵を出させてみないかと誘われた。なあ、大輔、お前、描いた絵を絵のコンクールに出してみないか？絵のコンクールって？大輔のように上手な絵が描けた人は大きな大会に出して絵を知り尽くした偉い人たちに見てもらえることだよ。それから俺は大輔とキロにつきながら大輔にそのことを話してみた。
大輔は目を輝かせてすぐに出してみたいと言ってくれたので、次の日保育園の先生にそう伝えると大輔の絵を出させてもらうことに。すると後日、大輔の絵は特書、大輔の才能を知り、俺は大輔と共に大喜びした。大輔、すごいじゃないか。お前にこんな才能があるなんて、偉いぞ。大輔はまるで自分のことのように喜ぶ俺を見て、本当に嬉しそうな表情を浮かべた。そしてその頭を思いっきり撫でてやる。今日は大輔と一緒にごちそうだな。俺たちはそうやって何か祝い事になると外食に行くようにもなった。愛花がいない寂しさをまるで埋めるように、俺たちは日々を前向きに過ごしていったのだった。それから数年後、大輔は9歳になった。俺と大輔はあるお祝いで高級鉄板焼きへ向かった。するとウェイターさんに案内された席の後ろには、なんと中学の元同級生近藤陽子がいたのだ。外国人の彼氏らしき人物と一緒にいて、近藤の方もしばらくして俺に気づき話しかけてきた。中島じゃん、こっちはあんたの子供？相変わらず陰気臭いやつね。すぐにあんただってわかったわ。それに確か中卒だったわよね、あんた。中卒のくせによく地元を歩いてられるわね。恥ずかしくないの？学生時代と同様、しかも俺が中卒であると思ったまま、笑いながら近藤は見下してきた。その後、近藤は何事もなく席についていった。が、なぜかフランス語を彼氏と一緒に喋り始めて、こちらをちらちら見ながら何かを言っている。中学時代を思い出し、もう雰囲気だけでこちらの悪口をひたすら言っているのがなんとなくわかる。俺は一点だけ心配事があった。実は大輔はフランス語を完璧に理解できるのだ。大輔は急に立ち上がり、近藤たちに近寄っていった。お姉さん、お姉さんたちの言ってること全部わかるよ。は？急に何こいつ。あのさ、お子様がフランス語なんてわかるわけないじゃない。うん、お姉さんたち今フランス語で、俺の父さんにキモいって言っていたよね。そんなことをまた言っていたのかと、やはり中学時代と変わらない近藤に対して俺は呆れたが、何を出まかせを言っているのかと近藤たちは大輔に怒り狂う。それに首を振ると、大輔は二人が言っていたことをつらつらと言い始めた。中学時代の俺の地味だったエピソードや、一人ぼっちで友達もいなかったこと、運動神経も皆無でクラスのお荷物だったということ、そして今も地味さが全然変わっていない上に、子供まで地味でバカ面だわ、中卒のバカさ加減が親子で顔に出てるわ、などと嫌な言葉で言いまくっていたというのだ。頭を抱える一方で近藤たちはそれでも大輔に反論し、そんなことは言っていないでたらめだと声を上げていた。大輔は優秀で天才だと周りから言われていた。特に母のいない悲しみを埋めるかのように絵に没頭したことで絵画能力が劇的に上達したようだった。幼少期から天才的だった絵の才能を買われ、小学校に入ってからはフランスの画商に納品をしていた。そしてその画商と話をするうちにフランス語もマスターしていたのだ。一方で IT の技術に長けていた俺の方は、その技術を使って息子の言語能力を生かしてやれないかと考えた。勤めていた IT 会社を退職し、息子とオンライン語学教室を立ち上げたのだ。大輔は主にフランス語を学びたい子供へのレッスンを担当。生徒が子供の場合、先生も子供の方が気が合うため、大輔にはそちらについてもらった。
フランス語以外の言語については他の講師を雇っていた。俺は講師と生徒のマッチングシステムやスケジュール管理システムなど社内の機関システム全般を担当。先ほど近藤たちを見てようやく俺は思い出したことがあったが、近藤とその彼氏はその語学教室で講師として最近雇った社員だ。近藤たちが面接に来た日は、俺は大輔の小学校の行事があったため他のスタッフに任せて履歴書だけを受け取ったのを覚えている。あの頃から随分と経っているのだから、さすがに変わっているだろうと期待していたのだが、残念だ。いい？明日から会社にお姉さんたちの席ないから。一部始終を知った近藤たちは鉄板の肉が焦げるのも忘れて顔を真っ青にしていた。自業自得だな。大輔によると、近藤とその彼氏は生徒の悪口もフランス語で話していたらしい。生徒の悪口を言うなんてとんでもない。役員としてそのことも大輔が指摘をした。こんな品のない人たちは初めてだ。二度と僕と父さんの前に現れないでくれ。大輔は近藤とその彼氏にピシャリと言うと席に戻り、先ほどとは打って変わって俺に笑顔を向けた。さ、せっかく来たんだから食べようよ、父さん。才能だけでなく、その笑顔すら眩しく見えるなんて、本当に俺の子だろうか、と思うくらいできすぎた子に思えたが、無邪気に笑うそんな大輔を見て、他の子供と変わらない無邪気さもあることを微笑ましく思うのだった。そして近藤たちはいたたまれなくなったのか、ごちそうを残したままお会計だけを済ますと店から逃げ出していった。それを尻目に嫌な思いをさせたことを俺は大輔に謝った。大輔は気にしないでとウインクをした。気も使える子で、やはり俺にはもったいない子だなと思う。あ、先生たち。すると店の玄関先の方から俺たちを呼ぶ声が聞こえた。そちらに振り向くと、どうやら語学教室の生徒さんたちが集まってきたようだった。先生たち、早かったですね。もう食べ始めてるんですか？待って、遅刻してきてるのは一体誰？はっはっは、すみません、僕たちでした。確かに、今回は授業でもないので、時間厳守でなく、集まれるやつはだいたいお昼ぐらいに来てくれと言ったが、みんな意外と時間にルーズな生徒さんたちだな。でも、僕たちまでごちそうになっていいんですか？こんな高そうなお店。心配そうに生徒さんたちが俺を見る。生徒さんたちには他の生徒さんたちを語学教室に紹介してくれるなど、日頃からお世話になっているお礼として今日は俺たちがおごることにしたのだ。そう言うと喜ぶ生徒さんたち、それから他の生徒さんたちも集まって、みんなが揃ったところで改めてこの店に来た理由である語学教室設立3周年のお祝いをするのであった。後日、近藤たちは語学教室をクビになった。俺たち親子をバカにしたことも問題だが、会社外でお客様の情報を喋っていたことが直接のクビの原因となった。どうやら近藤が俺たちに腹いせでお客様の情報を喋って、俺たち親子が言ったように見せたかったみたいだったが、目撃者がいたためその魂胆も破れた。見事自分に返ってきただけだった。昔からコツコツしたことや勉強が苦手だった近藤は、フランス語しか得意なことがない。性格もああなもんだから再就職がままならないと聞いたが、俺は放置を決め込むことにした。彼氏の方も同時にクビになったことも影響して、すぐに二人は借金まみれに。そして彼氏はクビになったことを近藤に八つ当たりして言ったのだという。大体君はなんで純のことをあの時あんなにバカにし始めたんだよ。
あいつ中学の時勉強が得意でいつもトップクラスだった。私はフランスの学校ではいい成績を取っていたのに、中学で日本に帰ってきた途端、国の違いで勉強のやり方が全然変わってて、ついていけなくなってたの。八つ当たりをする彼氏に納得してもらうため、近藤は泣きながら、そして怒りをぶつけるように言葉を続けた。私はいつもテストは下の方だった。自分はできる子だと思っていたのに、それが悔しくて、勉強の得意なあいつのことが嫌いだったのよ。プライドの高さゆえ、今まで誰にも話せなかったことを話して、近藤は最後まで泣いていたとか。泣いている近藤を置いて、そんなことで、と彼氏は頭を抱えて、ついには二人が一緒に住む家を出て行ってしまったらしい。仕事を失っただけではなく、一人ぼっちになってしまった近藤は、寂しい生活を送ることとなった。そして、さらに後日、思いもよらぬ出来事が起こった。先生たち、ちょっと来てください。慌てた生徒さんに連れられ、語学教室の玄関に一緒に向かうと、そこには他の生徒さんたちと揉めている近藤の姿があった。一体、何事だよ。中島、あんたのせいで、私は。俺に気づいた近藤が俺の方に駆け寄ってきた。どうやら、目的は俺のようだな。教室に連絡もせず生徒でも講師でもないのに、許可もなくずかずかと俺たちの教室に入り込む、その近藤の姿を見て、怒りを覚えた俺は、近藤に鋭い視線を向けた。あんたのせいで、私の人生めちゃくちゃよ。ちょっと勉強ができるからって調子に乗って、私を不当にクビにしたことを訴えて、後悔させてやるんだから。あれから、もう随分と時間が経っているのに、お前だけは変わらないんだな、近藤。どうして成績が良かっただけで、お前にそうやって憎まれなきゃいけないんだ。俺よりも優秀な奴はたくさんいるというのに、お前は、そいつらも憎まなきゃいけなくなるんだぞ。あんたに私の何がわかるっていうのよ。何も知らないくせに、私が今までどれだけ苦しんできたか、わからないでしょ。わからないよ。だって、近藤は一度だって俺との距離を縮めようとしてこなかったじゃないか。俺はそう言うと、近藤はハッとした反応を示した。俺を見かけては嫌な言葉を浴びせてきたのだから、思い当たる節がはっきりとしているせいでだろう。そもそもの原因はそれなのだから。どうして俺をあんな風に嫌う必要があった？俺は、それよりも、近藤が苦しいなら苦しいって言ってほしかったし、勉強ができないなら教えてほしいって言ってくれたら教えた。人にマウントを取るのがお前の人生なら、この先ずっと自分のプライドに縛られたままだぞ。お姉さん、そんなにお縄になりたいなら、どうぞ。警察には不法侵入だからと、僕が通報しておいたよ。え？警察だ！動くな！すると、大輔が呼んだらしい警察官たちが一斉に建物の中に入ってくると、あっという間に近藤を取り押さえたではないか。俺もまさかの展開に驚いて大輔を見ると、大輔は俺にピースサインを送ってきた。我ながら恐ろしい子だ。ちょっと話してよ。私はこの男に用があんのよ。警察が来ても憎しみに駆られ暴れる近藤は、そのまま警察官たちに連行され、パトカーに乗車させられると見えなくなっていった。怖かった。物騒なものとか持ってなくてよかったよね。この間、首にさせられた先生みたいだよね。中島先生への逆恨みかな。情報漏洩してたんだから、当然の首なのにね。生徒さんたちの中には、
恐怖心から解放され、心底ほっとする者もいた。大輔が俺と近藤が話しているうちに、警察に通報してくれていたおかげで、被害が及ばなくてよかった。もし何かの弾みで、生徒さんたちや大輔に怪我をさせてしまったらと思うと、今更だがゾッとする。さすがに通報したけど、大丈夫？父さん、顔色悪いよ。すると、心配そうに顔を覗き込んできた大輔に顔色悪く見られた。俺はすかさず大丈夫だと言って笑ってみせる。鉄板焼き屋さんの出来事といい、今回といい、大輔には助けられてばかりだな。父親の俺もしっかりしないと。俺は大輔の頭に手を置くと、安心させるように頭を撫でた。俺は大丈夫だ。ありがとう、大輔。助かったよ。今日はもう授業はお休みにしようか。みんなに言うのを手伝ってくれるか？もちろん。大輔の勇姿に奮い立たされた俺は、大輔と共に生徒さんたちにそう連絡網を回していったのだった。数年後、俺と大輔の会社は着実に発展していった。俺は社内システムをさらに充実させ、経理もほとんど自動でやってしまうようにして効率化を目指した。そうすることで講師の給料を上げ、より質の高い講師を集められるようになっていくために、大輔は今でも絵を描き続けていて、大人と一緒の大きな大会で賞も取るほど有名になっていた。大輔先生の大ファンです。よかったらサインください。有名にもなると、こういった黄色い声援のファンが増えるのも確かで、大輔は瞬く間にファンに囲まれていった。それに圧倒されて見ていると、ファンの一部の子がなぜか俺の方を見た。あの地味っぽいおじさん、スタッフの人かな？さすがになんか地味すぎて、この場や大輔先生の雰囲気に不釣り合いだよね。一応、スーツを着て対応しているのだが、ひそひそと話す大輔のファンの子たちの声が偶然聞こえてきて、いたたまれない気持ちになる。俺のどこに、そんな地味フェロモンみたいなものが漂っているのだろうか。冴えないおじさんだからなのか。そして以前、近藤に目をつけられたことを思い出し、近藤に目をつけられたのは、たまたまじゃないことが証明されるわけで。確かにアイドルのように、キラキラしているオーラを放つ大輔と違って、ダサい黒縁メガネをかけるオーラのない俺は、大輔とは天と地の差だ。それとも、もはや顔か？などと思いながらショックを受けていると、それを聞いていたらしい大輔が、俺の隣に移動し、にっこりと効果音でも出そうな笑顔を浮かべて、そのファンの子たちに言い放った。この人、僕の父さんなんです。僕の絵の才能を光らせてくれたのも父さんのおかげなんです。なので僕のファンなら、そういった発言をするのは控えていただけないでしょうか。大輔の笑顔とこの発言に、ファンの子たちは顔を青ざめてしまうと、聞いていた他のファンの子たちに睨まれる羽目になり、そそくさとその場から去っていった。怒らせると一番怖いのは、大輔のファンだな。まあまあ、あの子たちも、俺がお前の父さんって分かってたら言わなかったと思うし。父さんは優しすぎるんだよ。この場でああいうファンは、ファンとしてどうかと思うよ。大輔のきっぱりとした意見に、もはや素晴らしすぎて俺は何も言い返せなかった。最近の子は才能が優れているばかりか、思いやりまで優れているのかと思うばかりだ。そんなところは本当に母の愛花にそっくりで、俺は懐かしむように愛花のことを思い出しながら、ファンたちに拍手を送られる大輔を微笑ましく見るのだった。それから数日後、春ののどかな日を選んで、俺と大輔は二人で愛花のお墓参りに向かった。最近の業績なんかも
お互い報告しながら、やはり勉強することで人間花が咲くね。努力は裏切らないね。と改めて話した。そういえば愛花もすごく勉強熱心で、だからこそ俺たち惹かれ合ったんだよな。と思い出す俺。愛花がいなければ大輔も生まれていなかった。僕たち一家で勉強が好きだよね。父さんと母さんが勉強に熱心だったから惹かれ合って、僕が生まれたと思うと感動するな。愛花がいなくなって、今までずっと寂しくなかったか？俺は不安そうに大輔にそう尋ねた。ずっと何も文句も言わず俺についてきてくれた大輔だが、本当は母のいない寂しさで辛かったはず。けれど、大輔は首を横に振り笑顔を浮かべた。うんうん。だって、父さんがいつも一緒にいてくれたから。俺は、その大輔の笑顔と言葉に涙が出そうになった。年を取ると、涙もろくなっていけないな。父さんのおかげでここまで来られたんだから、父さんだって自分を誇りに思って。大輔が立派に育ってくれて本当によかった。愛花が空から俺たちを見守ってくれたおかげだ。と、愛花の墓の前で大輔と共に手を合わせて、そう愛花に報告した。すると、まるで愛花が返事をしてくれたかのように、穏やかな風が二人の間を吹き抜けた。それに乗ってきたらしい桜の花びらが、どこからともなく現れ、ひらひらと宙に浮いていたそれは、俺の手のひらに。なんだか、愛花のあの花のような笑顔の一部のような気がして、俺はその花びらを、そっとポケットの中にしまった。家族の存在が、おとなしい性格の俺をも花開かせたように感じる。人の出会いで何とでも自分が変われることをその時に知った。俺は大輔や愛花を見習って笑顔を浮かべるようになった。そうしたら自然と人も集まるようになり、苦手だった人とも少しずつ歩み寄ることもできた。苦手だからといって散々遠ざけてきたが、たくさんの人たちと話すのも悪くないと思えるようになった。明るくなっていく俺を見て大輔も喜んでくれて幸せな気持ちになる。俺は愛花の墓参りに行った時に拾った桜の花びらをポケットから取り出した。本に使うしおりのように大事にしまって、それをまるで愛花のようにお守りのように肌身離さず持っていた。これを拾ってからというものの、勇気をもらっているような気がする。もしかして、愛花、お前なのか？なんとなく愛花が宿っている気がして、周りに誰もいないことを理由に、思わずそう声に出した。そんなことあるわけがないというのに、けれど、そうであってほしいと思う。俺と大輔のこと、見守っていてくれよ。口元を緩めて俺はそう言うと、花びらを再びポケットの中にしまった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。そうだったのね。あなたが生きていてくれて、本当によかった。彼女はそう言って小さな子供を優しく抱きしめた。わけがあり、身寄りのない子を引き取り育てていた俺。血のつながりなんて関係ない。本当の娘のように育てていた。ただ俺の娘と職場のさやかには衝撃的なつながりがあったのだ。愛おしむように頭を撫でながら静かに涙を流す姿に、俺も一緒に泣きそうになるのをぐっと耐えた。俺は及川圭介。町の小さなレストランで働いている見習いシェフだ。高校2年生の頃、俺の誕生日のお祝いに親友がご馳走してくれた店でもある。その時、初めて食べたビーフシチューに感動し、次の日にはアルバイトを申し込んでいた。募集はしていないと一度は断られたけれども、俺の熱意が伝わったのか、皿洗いのアルバイトから始めさせてもらえることになった。
高校卒業後は正社員として働かせてもらっている。今は少しずつ料理を任せてもらえるようになり、毎日忙しく過ごしている。俺は自分の親を知らない。物心ついた時から施設で育ち、高校卒業とともに施設を出てからはレストランの近くにアパートを借りて暮らしていた。親がいないと言っても、今までは特に寂しいとか悲しいとかそんなことを思うことはなかった。施設の先生はとても親切で優しかったし、周りの友人にも恵まれた。好奇の目で見てくる人はいたけれど、そんな奴らが気にならないくらいに仲がいい親友がいた。そいつの名前は牧村徹。同じ施設で育ったそいつとは同い年で、やたらと気があった。小さい頃から何をするにも一緒で、小中高と同じ学校に通い、社会人になった今でもよく会っている。徹は高校を卒業してからは、車の整備工場に勤めていた。昔から車が大好きで、機械いじりも得意だった彼は、天職だと毎日楽しそうに仕事をしていた。お互い、仕事が好きで楽しくて、違う分野でもお互いに励ましながら、それぞれ頑張っていたのだ。徹は、高校の時から付き合っている彼女がいた。彼女は美咲ちゃんといって、穏やかで優しい性格の可愛い人だった。二人は彼女の大学卒業を待って籍を入れた。その2年後には可愛い女の子も生まれて、俺から見ても幸せの絶頂に見えた。徹の娘の千里ちゃんが生まれてからは、なかなか前のように会うこともできなくなったけど、徹はいつも楽しそうに笑っていて、俺も幸せを分けてもらえているような気持ちになっていたのだ。千里ちゃんも俺の名字の及川を取って、おいちゃんと呼んで懐いてくれていた。まあ、俺の持ってくるクッキーやケーキを心待ちにしていただけかもしれないけど、そんな幸せが一瞬で消えてしまうなんて夢にも思わなかった。俺の元に訃報が届いたのは朝から雨が降っていた日だった。仕事が終わってスマホの電源を入れるとほぼ同時に見知らぬ番号から着信があった。いぶかしながら出てみると、かすれたような男性の声がした。恐れ入ります。及川圭介さんの携帯電話でお間違いないでしょうか。はい、及川ですけど。私は牧村美咲の父親です。及川さんには娘がお世話になっていたようで。ああ、美咲さんのお父さんですか。どうしたんですか？何かありましたか？かすれたような疲れ果てたような美咲ちゃんのお父さんの声に、俺は嫌な予感がして焦った声を上げる。そんな俺に美咲ちゃんのお父さんは苦しそうな声で俺にこう告げたのだ。美咲と徹くんが交通事故で帰らぬ人となりました。あまりの衝撃に俺は声を上げることすらできなかった。美咲ちゃんのお父さんは淡々と通夜と葬式の案内を告げ、それに何とか返事をした後電話は切れた。その後のことはあまり覚えていない。職場のオーナーにこのことを告げて3日ほど休む許可をもらった。彼らの葬式は徹に身寄りがないこともあり、小さな葬儀場で営われた。俺が徹と仲が良く、美咲ちゃんや千里ちゃんと面識もあったことからわざわざ連絡をくれたらしい。徹くんから及川さんのことはよく聞いていました。とても優しくていい人だと、美咲や千里の誕生日の時にケーキをプレゼントしてくださったそうですね。二人ともとても喜んでいて、いつも自慢の親友だと話してくれていたんです。今度、及川さんの勤めるレストランにみんなで行こうと言っていたんですが、それも叶わず。美咲ちゃんのお父さんは、こらえきれない様子でおえつをこぼした。俺も涙が抑えきれずに、もうすでにハンカチがびしょびしょだ。情けないけれど、にこやかに笑っている遺影を見るたびに、様々な思い出が胸をよぎって、涙が溢れて止まらない。どうしてこんなことに、早すぎるだろう。少し気を抜けば、大声で泣き叫んでしまいそうだ。必死に耐えていると、美咲ちゃんの母親だろうか。老齢の女性に抱かれた千里ちゃんの姿が見えた。パパとママ、どうしたの？ねんねして起きないね。パパとママはね、天国の神様に呼ばれたのよ。もう起きないの。なんで？嫌だよ。起きてよパパ、ママ。
嫌だ嫌だと泣く子供の声がさらに悲しみを煽った。会場中からすすり泣く声が聞こえる。俺も千里の純粋な悲しみに耐えることができず、さらに涙を流したのだった。あまりにも泣きすぎたのか頭が痛い。通夜が終わり、弔問客が皆帰る中、俺は会場で二人の遺影を見つめていた。二人は横断歩道を渡る途中、信号無視の車にぶつかられたらしい。子供を親に預けて、久しぶりの二人での外出。そこでこんな悲劇に遭ってしまった。美咲ちゃんの両親は、遅くにできた彼女をとても可愛がり、その夫のトオルのこともとても大事にしてくれたそうだ。及川さん。声をかけられて振り返ると、そこには美咲ちゃんのお父さんがいた。憔悴しきった顔で、それでも弔問客への気遣いを忘れないその態度に、人の良さを見た気がした。すみません。どうしても別れがたくて。いえ、大丈夫です。私たちも同じ気持ちですから。お父さんは左足を引きずりながら、俺の方へゆっくりと歩いてきた。私も妻も、なかなか気持ちの整理ができません。これからのことを考えると、やりきれない気持ちでいっぱいです。そうですか。お父さんは近くの椅子に腰掛けると、ため息をついて話し始めた。私はこの通り左半身が動かなくて、孫を抱き上げることもできないんですよ。妻も持病を抱えていまして、二人とも施設に入ることに決めました。え、それでは千里ちゃんは？児童養護施設に預けることにしました。私たちには親戚がおりませんので、勝手なお願いだと思うのですが、これからも千里に会ってやってください。あの子はあなたに懐いているようですので。ええ、もちろんです。でも、千里ちゃんが施設に入ると考えると胸が痛んだ。俺は施設にいたからそこが悪いところだとは思えない。でも、両親や祖父母と突然離れて生活するのはとても寂しいだろう。しかも祖父母が施設に入ってしまえば、なかなか会うこともできなくなってしまう。本当にそれでいいのだろうか。トールは家族に会えなくなることを望むのだろうか。あの、俺、千里ちゃんを引き取りたいです。思わず出た言葉は、俺自身も驚くものだった。しかし、その言葉が自然と自分の中に入ってくる。兄弟みたいに育ったトールの忘れがたみだ。俺にとっても大事な大事な娘なのだ。頼りないと思われるかもしれませんが、千里ちゃんを大事に思う気持ちに偽りはありません。トールは俺の兄弟みたいなものでした。ならば、姪みたいなものです。寂しい思いはさせたくないです。お願いします。俺は体を直角に曲げるようにして頭を下げた。お父さんは困惑した様子で、どう返事をすればいいか考えている様子だった。俺は千里ちゃんと一緒に暮らすことになった。彼女がそう望んだのだ。ただ、しばらくの間は様子を見ることになり、養子縁組は見送られることになった。小さい子供との生活は、思っていたよりもずっとずっと大変だった。大人の俺とは全く違う生き物だということを、日々思い知らされる。愛ちゃん、髪の毛結んで、可愛いにしてね。千里は何しても可愛いからな。結ばなくてもいいんじゃない？ダメよ。リボンつけるの。まだ4歳といえども、乙女心はしっかりと存在している。時にはお気に入りの服が洗濯されていて着れないと、大泣きしてパジャマで保育園へ向かった日もあった。保育園は毎日お弁当を持って行かなければいけない。実は千里はアレルギーがあり食べられない食品があるため、細心の注意を払わなければいけない。市販の食品を買うときは、しっかりと成分表示を見ることが癖になった。こういうときは、自分が料理人でよかったと思う。そして何より大変なのは、夜寝るときだ。夜になると、両親のことを思い出してしまうらしい。夜中に突然起きて、泣き出してしまうときもある。ママ、パパ。そう言って泣きじゃくる千里を抱きしめて、背中をさすりながら下手くそな子守歌を歌う。調子外れの歌でも聞こえれば安心するのだろう。そうして寝かしつけるのが毎日の恒例になっていた。そんな日が続いていた時、朝起きると頭痛とめまいを感じていた。その日も
日付が変わるまで千里をあやしていたからだろう。きっと寝不足だと思い、ブラックコーヒーを喉に流し込んだ。あいにく常備薬は家にはない。千里が熱でも出した時にきっと必要になるだろうから、今後は用意しておいた方がいいかもしれない。そんなことを考えながら朝の支度を始めた。なんとか保育園に送り届け、出勤した俺の顔を見るなり、オーナーが驚いた顔をした。ケイスケ、お前めちゃくちゃ顔色悪いぞ。大丈夫か？はい、大丈夫です。多分寝不足なだけで。そういえば小さい子の面倒を見ているって言ってたな。ちゃんと眠れているのか？ああ、ちょっとまあそれはそこそこですかね。なんかあったら言えよ。でケイスケ、おい大丈夫か？のぶといオーナーの声がだんだん遠くに聞こえてくる。おかしいと思った時には俺の視界はブラックアウトしていた。気がついた時に見えたのは馴染みのない天井だった。体を起こすとそこが病院だということがわかる。おそらく俺は倒れてしまったのだろう。時計を見ると昼過ぎを指していた。あ、及川くん、目が覚めた？そう言って顔を覗き込んできたのは、俺が勤めているレストランのオーナーの娘さんであるさやかさんだった。今看護師さんを呼ぶね。そう言ってナースコールを押す横顔をぼんやりと見る。ショートカットで快活そうな印象のさやかさんはレストランでデザート担当のパティシエをしている。熊のような外見のオーナーとは似ていないが、性格はそっくりで二人とも面倒見がよく豪快だ。そんな豪快さとは裏腹に、オーナーは繊細な味で美しく盛り付けた料理を作るし、さやかさんの細やかな細工のデコレーションは常連客の中でも評判だった。気分はどう？ちょっと顔色は良くなったみたいだけど。朝よりもすっきりしてます。眠ったからですかね。そうね、過労と寝不足が原因みたいよ。大事がなくてよかった。小さい子の面倒を見ているんですってね。大変なの？いや、まあちょっと夜中に泣き出したりとか、食事の世話とかなかなか大変で。そっか、最近レストランも忙しいじゃない。無理しているんじゃないかって心配してたのよ。新作のレシピとかも考えているみたいだけど、時間あるのかって。まあそれは子供が寝てからやってるんで。昨日寝たのは何時？え、明け方近かったかも。さやかさんは呆れたように大きくため息をついた。あのね、あなたが体を壊したら元も子もないでしょ。このまま入院なんて言ったら誰がその子の面倒を見るの？考えたことある？さやかさんの言葉に俺はハッとした。俺が倒れてしまったら千里はまた一人になってしまう。一人にしたくないからと引き取ったのに、俺がさらに彼女の心の傷を作ってしまうところだったのだ。及川くん、私もだけど、うちのお父さんもお母さんも心配してたの。大変なことがあったら頼ってほしい。幸いうちのレストランは家族経営だから、融通なんていくらでも聞かせられるわ。日中その子を預かることだってできるのよ。でも俺の都合でそんなご迷惑をおかけするわけには。迷惑だなんて思っていないわ。昔から子供は周りの大人が協力して育てるものなんだから。今日はゆっくり休んで。そう言って笑うさやかさんの言葉にちょっと肩の力が抜けたような気がした。その時コンコンと病室のドアがノックされた。おいちゃん。そう言って飛び込んできたのは千里だった。おいちゃん、痛い？大丈夫？大丈夫だよ、もう元気元気。よかった。千里は俺にぎゅっとしがみついて離れようとしなかった。千里ちゃん、とっても心配してたのよ。そう言ったのはオーナーの奥さんだった。どうやら保育園にお迎えに行ってくれたらしい。心配してくれてありがとうな、千里。おいちゃんはいなくならない？どっか行かない？そう言って俺を見る千里は目に涙をいっぱい浮かべてとても不安そうだった。俺は何をしていたのだろう。ただがむしゃらにやるだけではかえってこの子を心配させるだけなのだ。さやかさんの言葉は本当だった。俺は小さい体を優しく抱きしめてゆっくりと頭を撫でてやった。行かないよ、どこにも行かない、ごめん、これからは気をつけるから。そう言うと
千里はさらに俺にぎゅっとしがみつくのだった。あの、及川くん、ちょっと聞いてもいいかしら。さやかさんは先ほどまでとは打って変わって何か考え込むような様子を見せていた。思い詰めたような小姉でそう聞いてくる。あの、千里ちゃんのご両親のお名前ってなんていうの？え、牧村徹と美咲ですけど。俺がそう言った途端にさやかさんは目から涙をポロポロと流してしゃがみ込んでしまった。え、さやかさん、どうしたんですか？突然のことに俺はおろおろするばかりで何もできない。すると千里ちゃんが俺から離れてさやかさんのそばに行って頭を撫でてあげ始めた。お姉ちゃん大丈夫？よしよしすると涙止まるのよ。ありがとう千里ちゃん。そう言ってさやかさんは千里を抱きしめた。俺はどうしたらいいのかわからずに奥さんを見ると、奥さんは困ったように笑みを浮かべていた。お母さん、話してもいいかな？さやかさんが奥さんにそう言うと、奥さんは静かにうなずいた。さやかさんは涙を拭いて俺の方を見る。実はね、私はお父さんとお母さんとは血がつながっていないの。子供の頃に引き取られたの。私には弟がいた。別々の家に引き取られたと聞いていたけど、全く連絡がつかなくて、別れたきりどこにいるのかもわからなかった。名前は牧村徹。千里ちゃんのお父さん。え、それ本当ですか？うん、千里ちゃん昔の弟にそっくりなの。まさかと思ったけど名前を聞いて確信したわ。そう、そうだったのね。あなたが生きていてくれて本当によかった。彼女はそう言って小さな子供を優しく抱きしめた。愛おしむように頭を撫でながら静かに涙を流す姿に俺も一緒に泣きそうになるのをぐっと耐えた。ねえ、及川くん。私、千里ちゃんを引き取りたい。は、何言ってるんですか？私は千里ちゃんと血のつながりがあるかもしれないの。責任だってあるわ。いやいや、そんなのわからないじゃないですか。たとえそうだとしても、今は俺が千里の保護者です。この子が生まれた時から知ってるんだ。それに、もうどこにも行かないと約束した。俺はこの子のそばから離れない。及川くん、さやか、及川くん、落ち着いて。今はまだ、及川くんのところに来て日も浅いし、環境を変えるべきではないと思うわ。千里ちゃんにとって一番いい環境をみんなで考えましょう。奥さんのその言葉に、俺もさやかさんもうなずいた。それから、俺は千里をレストランに連れて行くようになった。今までは延長保育で、最後のギリギリまで保育園にいたけど、今は18時からレストランに並んでいるオーナー宅で奥さんの世話になっている。休日も一緒に出勤してオーナー宅で奥さんが見てくれることになった。千里ちゃんは可愛いな。天使のようだ。今日はおじさんが美味しいお子様プレート作ってあげようね。オーナーは千里にメロメロだ。がたいが良くて熊のようだと言われているオーナーだが、こうなっては威厳も何もあったもんじゃない。オーナーだけではない。従業員の先輩たちもみんな千里にメロメロだ。みんな千里に名前を覚えてもらおうと必死である。様子のおかしい大人ばっかりだけど、いつも誰かが近くにいるから千里は寂しいと感じることが少なくなったようで、夜に泣くことも減っていった。千里がレストランの皆に慣れてきた頃にちょっとした事件が起こった。千里がお友達からもらったお菓子でアレルギー反応が出てしまったのだ。幸い大事には至らなかったが、口の周りが真っ赤になった千里を見て背筋が凍る思いをした。千里は卵と牛乳のアレルギーがある。そのため市販の洋菓子は食べられないものが多い。気をつけているのだが、お友達と同じものを食べたいという気持ちも理解できる。どうして千里は食べると痒くなっちゃうの？そう言って目に涙を浮かべる千里を撫でてやることしかできなかった。及川くん、千里ちゃんのお誕生日にはケーキを作ってたって言ってたよね。牛乳と卵がダメならどうやって作ってたの？その日の仕事の後、さやかさんがそんなことを聞いてきた。純粋にパティシエとして興味があるのだという。家で作ってましたから、そんな大したことはできてないです。ホットケーキミックスと豆乳で生地を作って、ホイップは豆乳ホイップが市販してるんで。
及川、お前すげえな。千里ちゃんのためにそこまで頑張るなんて。俺たちの会話が聞こえたのか、先輩たちが集まってきた。そうだ、パンはどうしてるんだ？たまに千里ちゃん食べてるだろ？パンも俺が焼いてます。フランスパンとかバケットだと乳製品や卵使っていないのが多いんですけど、硬いのは食べにくいみたいなんで、オリーブオイルと豆乳を使って焼いてます。だいたい和食にしておけば安心なんですけど、やっぱり子供はオムライスとか食べたいみたいで、もうすぐ千里の誕生日なんですけど、パーティーをどうしようかと考えてて。もうすぐ誕生日なのか？じゃあここでパーティーしようぜ。オーナーだって千里ちゃんのためならダメなんて言わないだろうし。先輩のその提案に俺は目を丸くする。ケーキは任せて。腕によりをかけておっきなデコレーションケーキ作るわ。もちろん卵も乳製品も使わないやつ。じゃあ俺はパンを焼こう。ぶっちゃけ俺の方がお前よりもパン作りはうまい。だから及川、お前は千里ちゃんが一番食べたいと思ってるのを作ってやれ。適材適所だ。一番年上の先輩がそう言って俺の肩にポンと手を置いた。千里はオムライスを食べたがっていた。もしも卵なしで作れたら。それから千里が好きなハンバーグも作ろう。コーンスープも牛乳を入れないものを作ってみよう。千里のための特別メニューを作って喜ぶ顔が見たい。そう思うと胸が高揚してきた。それから俺は誕生日ディナーの試作に入った。千里の面倒を見てもらえてるからレストランの厨房を借りて試作することができた。さやかさんも一緒だ。オムライスが一番難しいわよね。卵がメインみたいなものだし。だからこそ憧れがあるみたいで、どうしても食べさせてやりたいんです。そっか、その気持ちが一番のプレゼントだと思うけどね。一緒に頑張ろ。さやかさんはそう言って俺の背中を軽く叩いた。オムライスの卵の代わりにかぼちゃを裏ごししたものを米粉と混ぜてクレープ風に焼いてみた。見た目は薄焼き卵に見えるが少しパタついて固めだ。豆腐はどうだ？悩む俺にオーナーが助言をくれる。豆腐の裏ごしも加えてみたら少し食感が柔らかくなるだろう。焼きにくくなるかもしれないが、そこは腕の見せ所だぞ。どうやらオーナーも手を出したいけれど我慢しているらしいとさやかさんから教えてもらった。及川くん、ちょっと味見してくれる？さやかさんの手にはショートケーキがあった。案外濃い豆乳は割としっかり泡立つのね。これなら他のお菓子もアレルギー対応で作れそう。新しい販路が開けるわ。千里ちゃんのおかげね。千里のおかげ？そうよ。千里ちゃんがいなければ私もこんなに一生懸命アレルギーの勉強をしなかったし、お店に出せるほどのお菓子だって考えようとは思わなかった。お店で販売できれば千里ちゃんだけじゃなくて他のアレルギーを持つ人も食べられるんだから、いいことだらけじゃない？そうですかね。そうよ、千里ちゃんとあなたのおかげよ、及川くん。そう言ってさやかさんは微笑んで見せた。その笑顔がなんだかとても眩しく見えて、直視できずに顔が赤くなっていくのを感じていた。そして千里の誕生日、月曜日の今日はお店が休みなので俺たちの貸し切りだ。レストランの従業員と千里の祖父母も招待した。パーティー用にセッティングされたテーブルの上には千里の好物ばかりが並ぶ。俺もそうだが、コックの先輩たちもみんな一生懸命に考えて作ってくれた自信作だ。ハンバーグはつなぎをマッシュポテトで作り、オーナーがクマさんの形に仕上げた。人参の蝶ネクタイやラディッシュで作られたお花などが可愛らしくて、あんなに太い指からこんなに繊細な飾り切りができるものだと感心してしまう。先輩の焼いたパンはふわふわと柔らかくていくらでも食べられそうだ。コーンスープも丁寧に裏ごしして豆乳を加えて作り、クルトンの代わりには油揚げをカリカリに焼いたものを浮かべた。そしてオムライスはかぼちゃと豆腐で作った衣でチキンライスを包み、ケチャップで千里の好きなお星様を描いた。さやかさんが作ったケーキはとても綺麗にデコレーションされていて、千里の好きなイチゴがたくさん乗っている。どの料理も千里に対する愛情がたっぷりトッピングされていた。愛ちゃん、すごいね。これみんな食べられるの？うん、
みんな千里が食べられるものしか使ってないからね。食べても痒くならないよ。ほんと？オムライスも？うん、そうだよ。やった！嬉しいな。そう言って千里はぴょんぴょんと飛び跳ねて嬉しそうに笑っていた。パーティーも終盤になり、千里はお腹いっぱいになったからか、さやかさんと一緒にプレゼントでもらった絵本を読んでいた。大きな仕掛け絵本で、ページをめくるたびに歓声を上げている姿を見て、温かい気持ちでいっぱいになる。そんな二人の姿を遠目で見ていると、俺の隣の椅子にオーナーが腰掛けてきた。本当に千里ちゃんは可愛いな。子供はああやって笑っているのが一番だ。オーナーの口調はとても優しい。大柄でクマみたいだと言われるが、実際は妻と娘に頭が上がらない優しい人なのだ。そんなオーナーはコーヒーを一口飲むと静かに話し始めた。さやかと俺たち夫婦が血のつながりがないことは聞いたな。俺の方に問題があって子供が授からなかった。さやかは俺たちが望んで養子にしたんだ。うちに来た時、千里ちゃんよりはちょっと年齢が上だったな。オーナーは昔を懐かしむように目を細めた。千里とさやかさんの小さい頃を重ねているのだろうか。さやかは聞き分けのいい良い子だったが、なかなか心を開いてくれなくてな。正直壁を感じたこともあったよ。だけど一度大喧嘩をしたんだ。あいつが小学校2年生の時だった。きっかけはほんの些細なことだったけど、さやかは家を出て行ってしまって、妻と町中探したよ。やっと見つけて、本気で怒って、本音で話し合って、やっとその時、心を開いてもらったと思う。それからは言いたいことも言い合えるようになって、まあ、思春期はいろいろあったけどな。いい思い出だよ。子供っていうのは、親にとって宝物だよ。血がつながっててもそうでなくても、変わらないさ。きっと、圭介なら大丈夫だ。いい親になるよ。困ったら何でも相談してくれ。先輩として力になる。オーナーはそう言いながら俺の背中を軽く叩いた。何よりも頼もしくて優しくて。俺は親を知らないけど、オーナーはとても優しいお父さんだと思う。そういや、さやかの弟だけど、さやかが家に来た時には、彼は他の家に引き取られていて、その後に施設に行ったって聞いたのは、しばらく経った時だったんだ。実は、施設にいるって知った時、彼もうちで引き取ろうかって話をしていたんだ。でもな、本人に断られたんだよ。トールからも聞いたことのない事実に、俺は目を丸くする。オーナーは俺に向かって、にっと笑った。トール君は、施設に親友がいるから離れたくないって言っててな。これ、お前のことだろ。トール君にはうちのレストランも教えてあったから、誕生日にケイスケのことを連れてきたんだろう。なんだか縁を感じるな。トール君がつなげてくれたんだ。人の縁というのは不思議だよな。オーナーの言葉に、俺は驚きを隠せなかった。確かに、誕生日にこの店でご馳走してくれたのはトールだった。あいつにどんな考えがあったかなんて、もう今はわからないけど、あいつがつなげてくれた縁で、俺は今ここにいて、千里も笑ってくれている。目には見えないけれども、トールの生きた証が確かにそこにあった気がした。そんなことを考えていると、目頭が熱くなり、涙が溢れてくる。あ、おいちゃんが泣いてる。どうしたの？やだ、お父さん。おいかわくん泣かせちゃダメじゃない。おいちゃん、よしよし。泣かないで。千里がいるからね。千里が俺の頭をぎこちなく撫でる。いつも千里が泣いた時に俺がやっている仕草だ。いや、ケイスケと千里ちゃんは、もう家族にしか見えないと思ってな。そんな話をしていたんだけど、そんなこと言われたら余計涙が出ちゃいますよ。泣かせないでください。俺がそう言うと、周りの人たちも巻き込んで、大きな笑い声が響いたのだった。その夜、はしゃぎ疲れたのか、千里はレストランの椅子で眠ってしまったので、オーナーのお宅に泊めてもらうことになった。千里の寝顔を見ながら、さやかさんが静かに話し始めた。私ね、両親に似てるって言われることが多くて、養子だってことを忘れちゃうことがあるの。長い間一緒にいると、家族って似てくるものね。両親には感謝してる。
育ててくれたことはもちろん、たくさん愛情を注いでもらったから。きっとね、千里ちゃんも将来そう思うんじゃないかな。及川くん、本当に千里ちゃんのことが大事ってわかるもの。さやかさんまで俺を泣かすつもりですか？ふふ、そうね。でも本音だよ。今からその調子じゃ、千里ちゃんがお嫁に行くとき、号泣しちゃうんじゃない？想像がつくわ。そうですね。今まさに嫁になんてやらんって気持ちです。あはは。さやかさんはお腹を抱えて笑っている。彼女とは千里の誕生日パーティーの準備の時からなんだか距離が縮まったような気がしていた。少し前と比べても今はとても気安く感じる。トールの姉だからだろうか、彼女といると安らげるのだ。ねえ及川くん、私前に千里ちゃんを引き取りたいって言ったじゃない。今もその気持ちは変わってないんだけど、ちょっと心境の変化があって。さやかさんは姿勢を正して俺をまっすぐと見る。緊張しているような様子に俺まで背中がピンと伸びた。あのね、私及川くんと千里ちゃんとも家族になりたいって思ってるの。え、あの、それって言わせる気？千里ちゃんのこともそうだけど、仕事にも一生懸命な及川くんのことが好きになったの。それだけ。さやかさんは顔を赤くして視線をそらした。あまりの急展開にめまいがしそうだけど、同時に嬉しくてたまらない。ああ、俺も彼女のことが好きになっていたんだ。だから、俺はそっと彼女の手を取った。ありがとうございます。俺もさやかさんが好きです。その時の彼女の顔を俺は一生忘れないだろう。彼女の笑顔は千里にもトールにも似ていて、思わず俺も笑っていた。それから20年が経った。俺はさやかさんと結婚してオーナーの店を継ぐことになった。とはいえ、まだまだオーナーも健在だ。今も元気にフライパンを振っている。20年間、いろいろなことがあったけれども、毎日家庭のぬくもりを感じられて幸せな日々だった。しかし、それもいつかは終わりが来る。今日は千里が結婚して家を出ていくのだ。千里も信頼できる男性を見つけて家庭を持つことを決めた。相手の男性は明るくて優しい人だ。きっと幸せな家庭を築いていくのだろう。千里にはたくさんの幸せをもらった。あの時、おいちゃんと一緒に暮らしたいと言った彼女に感謝しかない。保護者として精一杯やってきたが、今日その役目を終えるのだ。結婚式の終盤、花嫁が両親に向かって感謝の手紙を読む時間がやってきた。おいちゃん、さやちゃん、今日だけは小さい時の呼び方で呼ばせてください。そんな文面で始まった手紙だが、俺もさやかさんももう泣きそうになっていた。花嫁の父親が号泣しているなんて恥ずかしい。祖父にあたるオーナーはもうすでに号泣しているけど。おいちゃんと家族になれて本当に嬉しかった。さやちゃんもいつも私を大事にしてくれました。きっと本当のパパとママも天国で安心していたと思います。二人の娘で私はとても幸せです。昔も今もこれからもずっとずっと幸せです。本当にありがとう。これからもよろしくね、千里より。千里はそう言って泣き笑いの表情で手紙を俺に手渡してきた。千里、こちらこそ本当にありがとう。俺を親にしてくれてありがとう。お前は俺の自慢の娘だよ。そう言うと昔のように娘を優しく抱きしめた。隣では妻が涙しながらうなずいている。そんな俺たちを会場の拍手が優しく包み込んだのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。